島北野です。今回はですね、アフィリエイト完全まとめとなっております。イエーイイエーイ、ありがとうございます、はい、ありがたいことにね、アフィリエイト関連に語ったことをですね、 YouTube のチームの皆さんがですね、一本の動画にまとめてくださいました。過去にもいろんな切り口でお話をさせていただいたものをね、まとめてってもらってるんですけど、結構作業音声として使っていただいてる方が多々いらっしゃるようで、皆さんの作業のお供ができるっていうだけで、ありがたく思っております。世の中の事業って大体アフィリできるよね、アフィリエイトの思考でいけるよねっていうベースのもとお話はさせてもらってるんですけど、僕自身もね、アフィリエイトからスタートして、来ておりますので、実際にこれからビジネスをやっていくっていう人の01の段階だったりとかね、アフィリエイトっていう思考を入れたり、その手法を取ったりとかね、して立ち上げてかれる方も少なくはないんじゃないかなと思ってますので、ぜひ繰り返しね、聞きながら、今日もね、作業をしていただければなと思ったりもしてます。あとですね、概要欄の方に、北原貴彦公式 LINE をご案内させてもらっております。友達になっていただいて、一番最初に届くアンケートにお答えいただくと、僕の動画が届きます。そちらの動画ですね、僕がアフィリエイトからどうやって今の事業規模まで来ているのか、4年で美容室を100店舗展開したりだとか、たった3人で通販の売り上げ年間8億やったりだとか、どうやってここまで来ているのか、アフィリエイトスタートから、来てるんです。で、そこの動画をね、友達になっていただいてアンケートに答えてくださった方に皆さんにお送りさせてもらってるので、よかったらそちらも合わせて見てやってください。ということで、アフィリエイト編スタートです。アフィリエイトで年収1000万稼ぐ、イエーイ。これはね、聞きたい人多いんじゃないですか、意外と。はい、千代さん、でもアフィリエイトってやったことありますか？ないけど、ちょうど僕のクライアントが、はい、ノリでアフィリエイトを始めて、はい、今月2000万利益出ます。もうね、その人やばそれでええやん、もう僕のやり方はね、再現性ありますよ。年収1000万までの、うん、ロードマップ、ね、ロードマップね。アフィリエイトの場合ってほぼ利益率なんですよ。広告を回したりしない限りは 99% 利益、うん、なので、普通に年収1000万、年商1000万あたりをちょっと目標にね、お話をさせていただければなと思いますけど、うん、はい、はい、じゃあ現じる前に、よかったら概要欄に僕のね、はい、北原貴彦の公式 LINE がございますので、うん、アフィリエイトから年商50億というところまでね、成長した僕の振り返り歴史とかもね、話したりもしてますので、よかったら友達になってやってください、うん、あとですね、久しぶりの登場のこちら翔さんと言います。確かに俺の知らない人もいるもんね。そうですよ、だって新しい方いらっしゃいます。せやんな、翔さんと言います。確かに。でね、なんかいきなりね、堂々と登場されてますけど立ち上げから見てくださってる方はね、もうおなじみの翔さんですので、で、翔さんのチャンネルもございますので、概要欄にね、翔、うん、さんのチャンネルご案内させてもらってますので、よかったら一緒にね、あの、喋りの天才なので、なんかふざけた雰囲気出してますけどやられてることはすごいことやってるので、じゃあこちら早速吟じていきますね、うん、はい、はい、じゃあいきます。テーマ3つですね。はい、アフィリエイトの仕組み、成果を出している形、北原ならどうするかっていう、このね、3本構成でお話をさせていただきます、はい、ではまずアフィリエイトの仕組みですね。はい、うん、さん、これアフィリエイトの仕組み、どんなイメージを持ってるんですか？自分でサイトとかブログを運営して、はい、そこに広告が貼られて、はい、クリックした人とか、その広告を見た人の数によって収入が決まる、そんなようなイメージで大丈夫ですか？うん、そもそもアフィリエイトっていうね、うん、ワードがどういう意味かっていうと、アフィリエイトって提携っていう意味らしいんですよ。だから提携してその人の商品を販売する権利権利をもらうっていうのがアフィリエイトっていうらしいですね、うんうんうん、はい、で、実際にアフィリエイトでその収入を稼ごうと思ったら、いわゆる広告収入、例えば YouTube とか、うん、アドセンス広告とかで、うん、その広告を一定期間見た、うん、もしくはクリックした、うん、によって1クリックいくらっていうような広告収入と、あと販売数、実際にその広告から販売して商品が売れたら、その売れた商品の金額だったりだとか、うん、一部の料金をいただけるみたいな感じですかね、うんうん、紹介報酬、紹介報酬、あ、そう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 、紹介報酬ですね。提携したものをいかに紹介するのかっていうのが、まあ、アフィリエイトですね、うん、僕がアフィリエイトの実績としては月収100
100万円まで行きました、うん、最初その広告収入でやって、うん、その後物販ですね、うん、酵素ドリンクとか育毛剤売ってたんですけど、うん、そっちで150万ぐらい行きましたね、うん、はい、なのでそれぐらいの価格帯までは行ってます、はいはいはい、それをやりながらアフィリエイトの塾みたいなものを作って、うん、1回あたりの開講で1000万ぐらいの、うん、はい、売り上げを作りました。その時27歳ですね、うん、はい、アフィリエイトの凄さってまず夢があるんですよ、まあ、1万円以下ぐらいの投資資金、うん、サーバー代とドメイン代ぐらいの投資資金で、うん、1000万稼げる事業ってあります、うん、年間の投資資金が1万円以下で、うん、1000万以上のアッパーが取れる事業ってね、ちょっとね多分ないんですよね、うんうん、だから僕もし今もう本当に全てを失ったら張さんにすがるかアフィリエイトをやるかどっちかっすねまあ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 ね、いろいろあるんですけど、一番最初やられる時っていうのはまあブログが多いかな。まあそうですね、はい、ブログを作って無料ブログ FC2 ブログに広告を貼って、それで見てもらって収入を上げていくみたいなイメージなんですけどね、うん、ただ無料ブログの良さってのは無料で使えることと、ブログの URL FC2 だったら、FC2.何々 みたいな感じで自分のね、うん、ID を入れて URL 化してそこで立ち上げていくんですけど、うん、無料ブログの場合は無料ブログのドメインの力を借りれる可能性があります、はい、うん、でデメリットとしては無料ブログってそもそも広告が入っちゃってるんで、はいはいはい、こっちにアクセスが分散される可能性がある。早い段階で有料のものに変えられた方がいいかなとは思いますね。うんうん、タラさんの場合は最初から有料で、あのね、無料も作ってた。僕の場合はもう大量に作ったので、だって無料のブログだって50とか100とか普通に作ってましたよ。すげえな、はい、とにかく数やってたんで、やった結果無料ブログよりも有料の URL 契約してやった方がちょっと管理が楽かなみたいな、はい、のもあったりとか、一つのデータを使い回しでいけるんで非常にねやりやすくて、そっちで最終的にはやっていきましたけど、スタートは無料ブログからやりました。無料でやるってなったらこう、はい、広告が分散されるって話はいはいはい、なんか1個ヒットしたサイトが出ましたってなったら案件もサイト側に来たりするのかなと思うんですけど、はいはい、なんか自分でそこからヒットしたサイトになんかその広告を掲載するためにやることってあるんですか？ありますね。アフィリエイトのコードを貼り付ければいいだけです。 ASP っていうアフィリエイトの広告を取り扱ってるところに無料で登録できるんで、うん、でどの商品紹介したいかなって選んで貼り付けるだけですね。で、うん、実際にブログのテーマと商品が合っているといいですね、うんうん、ちゃんとその商品を取り上げて紹介するっていうような感じを取ってあげるといいんですけど、紹介の仕方も実際に自分で商品使って効果を確かめてみて、うん、こんな風な使い方してるとこんな風な成果が出たよとかっていうことをね、レビューという形でね、どこまで詳しく書くのか。うちだって酵素ドリンクやってる時、うん、もう酵素ドリンク専用の冷蔵庫買いましたからね。もう世の中にある酵素ドリンク全部買いましたもん。リンクを貼り付ける、はい、で途中出たあの ASP っていうのは今聞いてたイメージで言うと案件とかがこう集まってる、そうです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 、でそこから持ってきて、でもそのリンクを貼り付けるだけでワンクリック何円とか、はい、1視聴で何円とか、まあそんなイメージですね。決まってる、はい、ワンクリック何円っていうのはまた Google AdSense っていうところに登録しないといけないですけど、うん、まあまあイメージとしてはそんなイメージです、うんうんうん、はい、アフィリエイトで年収1000万、じゃあどう稼ぐのかっていう部分で、まあ成果を出して形っていうのをね、うん、今じゃあ実際にアフィリエイトで成果を出してる人たちってどういう形でやるかっていうと、まあ、無料ブログでぶち抜いてますみたいな人ってあんまりいらっしゃらないんですよね、うん、ご自身のサイトを一つ作ってそれをヒットさせて、うん、そこに紹介するコンテンツとかを入れてって突き抜けられている方、うん、いわゆるブロガーさんとかね、うんうん、はい、そういうような形とかで、僕みたいに数々のサイトをたくさん立ち上げて、うん、ヒットするまで種まきをする、でヒットしたものから育てていくみたいな感じの視点の人もいらっしゃったりだとか、あとは SNS でリンク先にどん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 飛ばしていくみたいな形、このパターンが多いですよね、はい、成果を出されている方っていうのは。じゃあアフィリエイトをやってる人をそのイメージで言うと、報告とか、はい、行動動線とか、はい、理解してる
方がじゃあ多いんかなっていうイメージがあるんで、逆にアフィリエイトから始めていろんな事業に展開してマーケッターとして動かれてる人って結構アフィリエイト出身やってる人が多いんですか？あ、多い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 、もちろんアフィリのままいらっしゃる方もいらっしゃるし、アフィリエイト出身からいろんな事業にね発生して他の事業のマーケやられてる方もいらっしゃいますよね。まあ、多いですよ実際に。アフィリってやっぱり包括的に学べるのがやっぱ強みかなって。確かに。なのでそれは強みっすよね。だから僕アフィリやってなかったら絶対実店舗でね4年で100店舗とか全国展開とか絶対できなかったと思います。よくアフィリエイトをやる人が検索で上の方に上げていくためにこう量を書いたりとか、そういうことをするっていうのはお伺いしてるんですけど、検索で上の方に出すためのやり方として北原さん具体的になんかどういうことやるか。簡単な視点としては2つあって、上がりやすいものを書くのか、書けるものを Google Analytics という解析ツールがあるんですけど、解析しながらどのキーワードを入れ込んで書いていくことによって上げていくのかっていうことをやっていく、この2つの視点ですね。一応両方やりました。両方やったんですけど、今から北原ならどうするかっていう視点で、もし全部失ってもうさっさとキャッシュが欲しいってなったらね、売りたいものではなく売れるもの、上げたいものじゃなくて上がるものを上げるっていうような視点でやるんですよ。ありとあらゆる記事をバババババーと統括的に書いていって、上がったものから追撃して仕上げていくようなイメージですね。それこそ上がりやすいって言ったら今 Google ってすっげーそのサイトの信用性見てるじゃないですか、で一個めっちゃいいのが医者のクリニックのホームページでちゃんとクリニックとしてホームページを作り込んでるところのドメインってめちゃめちゃ強い。わかりますよ。さっき言った Google に評価されている URL を使うともう何やっても上がるんですよ。だから例えば翔さんがクリニックの院長先生だと、でじゃあその URL のそのクリニックのホームページには何も手をつけないので、ホームページの URL を追加した別のページを作らせてくれる。そうでその別のページの中にうちの関係ねえ案件入れさせてくれみたいな、そういう風にやるとねもうね上がるんですよ。で僕ならじゃあどうするかっていう部分で、当時やったやり方やっぱやると思いますね。結局僕がやるときって基本的に売りたいものってないんですよ。売りたいものがないからさっさとマネタイズを考えようとすると、やっぱ一番最初クリックで入ってくるような形のものを狙うかなと。いわゆるね YouTube の広告収入みたいな部分で、アフィリエイトの収入で広告クリック型のものを狙って、売れなくてもいいかなぐらいのものを狙うと思います。各テーマに沿って5記事から10記事ぐらいサクサクサクって書いて、それをアップロードしてみて1週間から1ヶ月ぐらい様子見て、どこに対して何もしない状態でアクセスが集まるのかな、フラグが来るのかなっていうことを見て、その集まったところにマックス100から300記事ぐらいまで追加しちゃいますね。でそれで1サイトが毎月1万円から多い時で10万円ぐらい稼いでくれれば、それ10個作るから100万ですから、まあそうよね、サクサクサクとやっちゃうと思います。結構ねこの話をすると、いや北原がやってた時ともう Google のルールが変わっていてもっと厳しいからって言われるかもしれないですけど、誰も書かないようなことを、けど検索するようなことを僕書くんですよ。例えば花札の3人のルールとか。おー絶対誰も書かないでしょみたいな。はい、そういうことね。誰が書くのこんなの、誰が見るの、いや見るんすよ。だからそういうものをもう山ほど書きますね。最後にちょっと一個聞きたいなと思って、北原さんがこのアフィリエイトを始めるときに学んだ教材であったりとか、なんかこういうのを見たからアフィリエイトを始めたみたいなのがちょっとお聞きできれば。めっちゃ遠回りなんですよ。最初メールマガジンからスタートしてる。受信する人がいないメールマガジンからスタートするんですよ僕。なんでお客さんがいないのかっていうと、メールマガを登録する窓口すらねえから、登録する窓口を作るためのブログを始めたんですよ。稼いでない人間が稼ぐためのマインドを語るブログがあったんですよ。なんでじゃあアフィリエイト行けたかっていうと、僕そこのブログに対してアドセンス広告、要はクリック広告にしたらですよ、クリックされたんですよね。こんな簡単にメールアドレスは登録せえへんのに広告はクリックするんかいみたいな。
感じになって、はい、そこからあこれ死ぬほど作ったろうみたいな感じになりましたね。実際学ぶ教材とかとしては本とか買いました？山ほど買いました。めっちゃ買いました。でも本ってやっぱり知識的なものは学べるんですけど、うん、あんまりこう実用的な本あったかっていうと、知識を学んでそれを使いこなせるかどうかっていうのはまた別っすよね。僕のもうアフィリエイトのおすすめとしては、まずその書きたいこと書くんじゃなくて、さっさとテーマを分けて、誰がこんなん調べんねんみたいな、だけど一定の検索ニーズはあるもの、キーワードプランナーって調べてもらうと出てくるんで、あの実際にアクセスがあるもの、アクセスされるキーワードで10から30サイトぐらい作ってみてください。1サイト5記事から10記事ぐらいぶち込んで作ってみてください。そこからアクセスあったところに対してアドセンス広告貼って、追加で10、20、30とマックス100記事から300記事まで突っ込んでみてください。それで収入増えるんだったら、今度それをライターさん使いながら、うん、あの分回せば、あの多分ね、半年から1年ぐらいで100万ぐらいいくんじゃないかなと、うん、未だに僕は思ってますね。誰がこんなジャンル他の人書くねんっていうようなジャンルの記事をいかに探してくるかっていうのがポイントですね。ありがとうございます。はい、はい、やり方とか考え方を聞いて、はい、多分アフィリエイトすごい学びとしてもビジネスの学びとしてもめちゃくちゃあるのかなと思うので、ちょっとアフィリエイトもしやりたいなと思ったら参考にしてもらえると、そうですね、はい、ぜひぜひ。ということで今回もありがとうございました。ちょっとね、翔さんと久しぶりのコラボ動画だったんで、ちょっと緊張してます。緊張しながら喋りましたけどね。まだね、ぜひ今日お話ししたことってのは僕が実践してきたことでもあるので、ぜひね、やってみてもらいたいかなと思います。アフィリエイトで月収5万円稼ぐまでのロードマップ、おーイエーイ、現実的、イエーイ。でも前回設楽さんに月収1000万をアフィリエイトで言っているっていうところからちょっと語ってもらったんですけども、あれをちょっと見ていただける方がすごく多かったので、今回はちょっともっともっと具体的にこう一歩踏み出しやすい形で、月収プラス5万でも稼げる最短のロードマップを。わかりました。はい、僕ね、唯一ねアフィリぐらいだと思うんですよ、ワンチャンあるのって、うん、もうリスクゼロで夢があるじゃないですか。あるね。で、うん、月に1000万のリターンがあるビジネスがリスクゼロで挑戦できるものって世の中に何あるかなってなった時にないんですよ。確かにね。だからそのアフィリエイトの月賞いくらっていうのは ほぼ利益なんで、100万いこうが1000万いこうが本当にゼロからいけるから、僕がもし完全にまたゼロからスタートってなったら絶対アフィリからやる、やっぱり。はい、5万を現実的に今日語るけど、別に5万じゃ収まらんから、うまくいったら。じゃあ銀しちゃっていいですか？はい、銀してもらいましょう。はい、OK です。では銀じる前にですね、概要欄の方にあらたかいこの公式 LINE をご案内させていただいておりますので、よかったら友達になってやってください。一緒にロードマップやっていきましょう。そもそもアフィリエイトとは、アフィリエイトって提携した商品を販売することになるんですよね。なので、例えば世の中にあるもの大体アフィリエイトできます。例えば僕らが扱っているマーカーですね。このマーカーですら、僕らこれ買うとき Amazon で買ってるんですけど、 Amazon の商品すらも全部アフィリエイトできるわけですよね。紹介して売れたら一部が入ってくる。で、これが Amazon、楽天っていう商品だったりとか、僕が実際やったのは酵素ドリンクを販売させてもらったりとか、育毛剤を販売させてもらったりだとか、アフィリエイトで一撃単価が高いものとしては、クレジットカード作成とかキャッシングとかを申請してもらって作ってもらったら紹介者にいくらとかっていうものがありますね。世の中にある商品っていうのは全部ほとんどが提携可能なので、それを自分の発信のもと、これいいよって言った時に、あ、北原さんが紹介しているあの商品を私も北原さんのリンクからクレジットカード作ってみよう、マジック買ってみよう、何々してみようってなって動いてもらったものが、北原さんが紹介したから紹介料ということで、メーカーさんから紹介料金っていうのもいただけるっていうようなイメージですかね。こういう感じですね。紹介からの報酬。そうです。紹介しやすい商品を提携してもらって紹介して、あなたが出しているリンクから申し込みをもらったら報酬っていう感じになりますね。で、これがアフィリエイトの仕組みですね。前回の動画出して僕思ったんですよ、はい、俺アフィリやったことないって言ってたじゃないですか。でもやってますよ、ね、やってんのよ、はい、てか俺の事業モデルってアフィリ、ね、全部アフィリですよね。言ってしまったら、そうなんですよ。翔さんの場合は、商品と、リアルにその商品を作ったメーカーさんと直接つながってるようなイメージですね。そういう感じですね。はい、そうそうそう。僕はアフィリやっててよかったなと思うのが、このアフィリからビジネスの基本の木が、
一通り学べるかな、うん、確かに。その商品の詳細を知る、うん、でその商品を、販売できるように集客するために情報を発信する、うん、来てくれた人に対してセールスする、そのセールスが翔さんみたいにセミナーっていう形でセールスなのか、うん、ライティングベースでセールスするのか、うん、で買ってくれた人に対してのアフターフォローとか次の商品を紹介するっていう、このね一通りの商品の販売の流れがアフィリエイトは全部学べるからめっちゃいいよねっていうことをお伝えしてますね。具体的になんかどういう手順を、はい、ロードマップをね、はい、こんな感じで用意させていただきました。まず必要なものから、はい、携帯、パソコン、これらあると非常にねいいですね、はい、一応ものとしてこれ書いていただいてると思うんですけど、実際多分見てる方どんだけこうお金かかるんだろうみたいなのも気になってる。あのね、もうガラケーじゃなければいいかな、うんうん、今のスマホだったら、うんうん、単純にインスタグラムだったりとか、うん、フェイスブックだったりとかツイッターだったりが最低限落として使えるぐらいのスペック、うんうん、だからつまり何でもいいよっていうことになるんですけど、うんうん、パソコンもそうですね、うんうん、普通にネットつながって普通の閲覧だったら大丈夫っていう、ハイスペックじゃないと動かないものとかって基本的に月額5万円の収益だったら全然必要ないんで、うんうん、全然いいかなと思いますね、うんうん、はい、自分が語れるジャンルですね。これ月5万円っていう視点でやるから自分が語れるジャンルをこの段階に持ってきました、うん、例えば収益を100万1000万とかって稼ごうと思ったら自分の語れるジャンルベースでやっちゃダメなんですよ、うん、最悪その物が売れなくてもクリック課金型とか楽天とかアマゾンの商品をこじつけで持っていくこともできるんですよね、うん、だけど単価が少ないんですよ。クリック課金型って1クリックあたり5円から10円とか20円とかそれぐらいなんですよね。でアマゾンの商品、楽天の商品って 1% なんですよね、確か売れた金額の、うん、え、ほな1万円が売れたら100円、はい、100円、ちょっと見といていただいて違ったら訂正してください、うん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 、それぐらいだったと思います。これを例えばですよ、ゴリゴリ稼いでいる人たちのジャンルってキャッシングとかっていくんですよ、はいはいはい、でキャッシングってなった時にキャッシングを語らないといけないんですよ、うん、クレジットカードを発行するってなったらクレジットカードを語らないといけないんですけど、うん、そんなにカードを発行した経験ありますか、ちょっとね、知って書く、知って発信するってなると工程が重い、挑戦が遠のくんですよね。だから僕は月5万ってなったらまず自分が語れるジャンルベースで考えた方がいいですね、うんうんうん、コロさんだったらバスケやってたんですよね、はい、でコロさんがもしアフィリやろうって思ったらこれが1000万稼ぐってなったら絶対キャッシングの方リサーチしてキャッシングさしに行った方がいいんですよ、うんうんうん、でも月5万とか10万だったらバスケの発信してた方が早いっす、うん、なので自分が語れるジャンル、他の人よりも詳しい、ちょっと発信できるよっていうジャンル何っていうベースで見ますね、うん、Twitter だったりインスタだったりとか Facebook だったりとか、うん、あとはもう YouTube、TikTok もありっすよね、うんうん、僕自身、うん、ダイエットのインスタグラム作ってあるんです、うんうんうん、っていうのもダイエットで25キロ痩せたっていうのとダイエットの情報をちょっと発信していきたいなと、うん、だからそんなスタートでいいんですよ、うんうん、発信しとかないと元に戻っちゃうとかやめちゃうみたいなとか、うんうん、あと今の授業で記録残しとこうみたいな発信、メモしていこうみたいな感じで発信するきっかけからでいいんですよ、うん、本当に。だから僕はそのダイエットで発信していて今も飲んでいる酵素ドリンクがアフィリエイトできるんですよ、うんうんうん、そのアフィリエイトできている酵素ドリンクっていうのがお客さんは買うのに8000ぐらいの商品なんですよ、うんうん、で8000のものが売れると僕に3000から4000ぐらい入ってくるんですよね、うんうんうん、これ普通にあれですよ、ペシって貼ってあるだけで月に数万売れてます。だけどこれは物が売れないとクリックだけだと1円も入ってこないんですよ、うんうんうん、物が売れた時に初めて入ってくる金額っていう感じですね、うんうんうん、これプラットフォームどこでも、うんどこでも至れるジャンルと買いやすいプラットフォーム、うん、写真ベース、画像ベースだったらインスタグラムすごくいいし、うん、長文書くのが苦手じゃなかったらブログでもいいし、写真もブログもってなったら140文字のツイッター刻んで投稿していくっていうのも全然いいと思う、うん、ブログを書いてってブログって結局 SNS の方に露出していかないじゃないですか、うん、書いた記事を発信していけば SNS で発信できるんですけど、ブログとかウェブサイトって結局検索エンジン Google さんだったり Yahoo さんだったりの検索ボックスにダイエット5キロ減量方法とかって検索した時にブログがねヒットするしヒットしないっていうところに行くんですけど、やっぱこう年々検索エンジンの方に上位に上げていくっていう本当に至難の技になってくるんですよ、うん、携帯とパソコン持ってたら今のところここまでは全部無料でできるから、自分がとっつきやすいプラットフォームってなんだろうっていう、これくれぐれも何回も言います、5万円稼ぐんだったらこの順番、これが100万1000万を最初から狙い撃ちに行くぞって言ったら扱う広告からちゃんとリサーチした方がいいです、うんうんうん、はい、でこれで最後に紹介できる広告ですよね、うん、あなたが紹介しやすい広告って何なのっていう、まあ、商品ってことよね。そうっす、あ、商品商品扱える紹介できる商品広告で、もし何もないなと思ったら、うん、楽天とかアマゾンの広告でもいいし、うん、例えばコロさんがバスケットのこと語るってなったら多分ボール、バッシュ、あと備品でタイマーとか
とか、そのタイマーがいいとかって、多分なんかこだわってたはずなんですよ。それ端から紹介はできますよね、はい、当時こだわってた、はい、これ必要だよとか、特典ボードとかもあるじゃないですか。でそこに対して売れた金額の 1% とかって入ってくるから、コロさんのところでバスケットの発信見て、あ、この人が使ってる同じものを使いたいなって、うん、だって僕が使ってるパソコン、翔さんが使ってるパソコン、これたまたま一致してるんですよ、ね、一致してるんですけど、うん、僕ら Windows 使ってるんですよ。多分それ見て、あ、Windows だったらじゃあ翔さんたちが北原が使ってるレッツ使おうってなると思うんですよ ね、そういうカラルジャンルプラットフォームを紹介できる商品っていうのは後付けでね、どん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 紹介していって、うん、アクセスとともに報酬は本当に伸びていくから、うん、これはありかなと思ってます。本当に何にもなかったらクリック課金型、うん、これ貼っとけば OK ですね、うん、はい、これは、はい、言ったらこれは商品をまず決めてから発信も決めるのか、それも発信決めてから商品決めるのか、これはね、その人のスタート位置だと思うんですよ、心のね。自分がやってることがそのままお金になればいいなみたいな人っていうのはもう上からなんですよ、絶対に。そうね。でも稼ぐためだったらどんなことでも吸収するよっていう人はもう絶対に下からなんですよ。そうやね。もうそもそも下から行く場合は、そもそも携帯パソコンなのかっていう、ここでセミナーの方がいいかもしれないです、営業とか、ね、うん、月5万になればいいっていう人だったらもうこの上からの方がやりやすいですし、うん、商品ありきでその商品売れそう、売るぞって、この商品を売るためにこの商品を自分で買ってリサーチするぞっていう風になれるんだったら、下からやった方が絶対儲かる、うん、はい、さっきそのアマゾンであったり楽天 の、 そのリンクを持ってきて貼り付けてたと思うんですけど、はいはい、このリンクってそのアマゾンの商品のページに行けばアフィリエイトのリンクを取得するとかあるんですか？普通にアマゾンアフィリエイトって検索してもらった方が早いですね。あとはそのアマゾンだけではなくって、アフィリエイト ASP で検索すると、このアフィリエイトのありとあらゆる広告を紹介統括している会社さんが何社か出てくるので、 A8 さんとかアクセストレードさんとかインフォトップさんとかね、いろいろ出てくるので、そこからご自身に合った ASP を、まあ、端からちょっと契約して広告見てもらって、使いやすい使いにくいっていうのがあるので、それをちょっとね見てもらえるといいんじゃないかなと、うん、あ、それこそ A8 の創業メンバーも仲いいですよ。あ、これね、A8 さん、僕はね結構 A8 さんを最初使ってたんです、うん、はいはいはい、A8 さんいいんすよ、いい初心者をワクワクさせてくれるんですよ、はいはいはい、A8 さんのキャラクターがハチさんなんですよ、ブンブンブン、ミツバチ、はい、ハチさんなんですけど、商品が売れると期待しちゃうじゃないですか、こう今日売れてんのかなって、うんうんうん、管理画面にアクセスすると、商品がもし売れてたらだよ、ハチさんがホワって出てくれるんですよ。でこれがね、初めてハチ飛んだ時にこう、はいはい、二度見するんすよ。え、売れたってことってなるんですよ。この今言っていただいて、 A8 は演出も含めて、はい、結構初心者向けな感じで、うん、初心者と付き合わせんじゃないですかね、うんうんうん、この動画を見て、うんうん、アフィリエイトやってみようかなって思った人は A8 おすすめですね、うんうん、まあよかったらちょっとね、それを見るだけで登録する、うん、登録するにはメールアドレスで登録できるんで、うんうん、お金も1円もかかんないです。ここでお金がかかるのは携帯とパソコンだけ、これ以外には何もお金かからないです。だから携帯とパソコンがあれば本当にノーリスクで始められます、全てに対して。で A8 さんでちょっとやってみようかなと思ったら、めんどくさいかもしれないけど、メールアドレス入れて登録してみる、でちょっと見てみて、自分のジャンルで検索して、うん、こんなのも紹介できるんだ、俺紹介できるやんとか、うんうんうん、この商品俺もなんなら使ってたよ、買ったことあるよっていうのがあると、またそこでちょっとやってみようかなって思えるから、うんうん、だから自分が語れるジャンル、プラットフォーム決める、うん、紹介できる広告を探してみるって、でなかったらクリック報酬型、うん、だって僕のこの YouTube もありがたいことに再生回数がね1本にあたり低いもので3000ぐらい、うん、でものによっては1本15万再生とか回ってるやつもあるんですよね、うんうん、見てくださってる方の中にはね、こう YouTube で広告が動くじゃないですか、ね、うん、であの広告も僕の配信という形で、その広告が YouTube 側が最適化した広告を流してくれていて、その広告から広告費用っていうのを僕の方に入ってくるわけですよ、うんうんうん、もちろん僕らとしてはその広告費用よりも見てくださってるあなたとダイレクトにつながるっていうのが嬉しくてやってるんですけど、副産物として広告収入っていうのはやっぱ入ってくるんですよ ね、 そうね。ただやっぱりゼロベースで考えたら大きな金額だと思う。大きいと思う、数十万入ってくる、数十万だもんね。これでも普通にちゃんと動画出して30万ぐらいありますか。僕のところで管理画面で入ってきてるのは50ぐらいですね、今、うん、はい、皆さんのおかげ、本当に。でもこれたまにあるじゃないですか、広告うざいみたいな。あーね、で外していいんやったら外したいんですけど、あれ外したら YouTube の評価落ちるらしいんですよ。あ、
だって外されちゃったら YouTube としてはやってる意味ないもんね。そうそう、だからそれ聞いた時に俺一回外そうかなと思って。ああなるほどなるほど。別に俺広告なんかいらんから。いや僕もいいっす。そうやからと思ってんけど、うん、そのコロスキーにやる外したら評価悪なるからやめた方がいいって言われた。そうなんだ。そうそう、あのねプラットフォームに対しての広告がうざいって言っちゃう人、うん、確かにうざいんよ。うざいんけど、その広告で運営が賄えてるからそのプラットフォームって存在し続けられるんですよ、まあうん、だから広告うざいって言っちゃうともうプラットフォームなくなっちゃいますよっていうなので、まあ、よければね、引き続き見ていただけると嬉しいかなと思います、はい、今日ね月5万円を目標にするアフィリエイトの考え方ということで、はい、ロードマップをこうお話しさせていただきました、うん、で何度も言いますけど、リスクがあるのは携帯パソコンここだけです。お金がかかるのはもうここだけ、うん、あとはもう全部基本お金はもらえることあってもかかることは 100% ありません、うんうん、基本的に上から順の方がやりやすいです。で携帯が持ってるんだったら携帯持ってる、パソコン買う必要ないかな、もう月5万ぐらいだったら上からやっていけばいいし、うん、俺はもうアフィリでスイッチもうどぎつく入ってる人は一番単価がでかい商品から下から考えていった方がいいですね。今回はこれですね、はい、アフィリエイトから学ぶマーケティング、イエーイ、噛んでるね、ガチガチ噛んでるね、ガチガチ。でもいいじゃん、噛んだのも行こうよ、はい、行きましょう、ね、いやコウさん最近アフィリ多くない？鬼こするやん、皆さん興味を持ってちゃんとくださったってことですね、はい、教えていただいてるので、はい、アフィリエイトをキタラさんが経験してきたことを全部出してもらうような中身の動画がすごい受けているので、ありがとうございます、はい、キタラさんが前の動画ではアフィリエイトのでの稼ぎ方っていうところを語ってもらったんですけども、北原さんがアフィリエイトから何か学んだ内容であったりだとかビジネスの基礎みたいなところをちょっとトークで教えてもらえればなと思っております。OK です、はいはい、今日の動画はですね、実際に今僕のことって YouTube を通して知ってくださった方がね多いと思うんです。だけど僕自身今やってる事業って美容室の店舗展開だったりだとか、美容室で使う商材がね、うん、通販だったりだとかコミュニティ運営だったりとかシェアオフィスも作ったりとかしましたし、いろんな事業を予算法人ほどやってます。でそれ全部自社で作った商品になります。アフィリエイトっていうのはそもそも人が作った商品、他のメーカーさんが使ってる商品を紹介させていただいて紹介料をいただくようなビジネスモデルになります、うん、で商品をいきなり作るってリスクがねあるわけですよ。お金がかかったり時間的リスクがあったりとかっていろいろあるので、アフィリエイトからビジネスを始める人っていうのは非常に多いかなと思います。でこれ翔さんなんかもねアフィリでバリバリやられてますもんね。そうね、翔さんはそのアフィを直接講座だったりだとか商品を持たれてるところに翔さんは突撃されて、その商品代わりに販売しましょうかって言って約束されて販売してってことをやってるんですけど、普通の入り口ではないです翔さんは。だけどやられてることはアフィリエイトの仕組みに限りなく近い状態をやってて、アフィリからいろんなことが学べるわけですよ。それをねちょっとどんなことが学べるのかっていうのを今回のね動画で語らさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てやってください。よかったら概要欄の方にですね北原貴彦の公式 LINE をご案内させていただいておりますので、友達になってやってください。アフィリエイトで月収100万円ついて、そこからグループ年商で今50億ほどまでに成長してってるんですけど、アフィリエイトスタートからのグループ年商50億っていうところまでの動画なんかもね、僕の友達になっていただいた方には、プレゼントさせてもらってるので、それもねぜひ1回見てみてください。ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに北原さんはアフィリエイトを始めたきっかけみたいなって、勤務していた先のね、うん、素敵な環境だったんですけど、お給料は少なかったんですよ空いた時間でなんか副業できないかなって検索した時に出会った言葉がアフィリエイトっていう言葉に出会ったんですよ、うん、そこからそこからアフィリエイトは北原さんどうやって学んだ？もうとりあえずアフィリってついてあるキーワードの本は全部買った、うん、けどねやっぱねなんか読んで満足しちゃってたから、うんうん、実践一番よ結局、うん、実践してったら稼げるようになった、うん、今回アフィリエイトから学ぶマーケティングなんで流れみたいなのを教えてほしいなと思うんですけど、はい、アフィリエイトの場合っていうのは取り扱える商品ですね、紹介した時に紹介して売れた時にメーカーさんからの報酬が入る商品、紹介できるよっていうような商品をリサーチするところから始まってきますもんね。翔さんの場合も商品ありき
商品ありきます。もう絶対商品。絶対商品から。商品ありきからの広告で集めて、はい、でそこでセミナー挟んで売る。なるほどですね。人ありきの時はないんですか。例えばここにもう5000人のグループがあっちゃったっていう接続される時、うん、ある。そういう時はもうここに紹介できる商品はこれだなってこじつけに行く感じ。そう、当てに行きます。当てに行くって感じです。だから置きに行くのか当てに行くのかみたいなイメージですよね。どっちかっすよね、うん。はい。ビジネスに対してどういう姿勢で臨むのかによって。うん、商品をリサーチするところから始まるのか、うん、自分がすでに語れるところから始めるのかっていうのはちょっと違います、うんうんね、ビジネスっていうカテゴリーでいくのか、はいはいはい、まあ、自分で語れる商品と、はい、ああなるほど、あ、分かりやすいわ、なんかこういう翔さんは分かりやすいねだから僕のパターンやったら、言ったら商品っていうのは僕の自社で言ったら、はい、僕がやってるセミナーを教えるよっていう経営者のセミナー、はいはい、しかないし、はい、ほぼここなんですね、僕はね。91ぐらい。あ、91ぐらい、マジで。91ぐらい。だから、人の商品を仕入れて、集めて売るっていう。うん、もうひたすらその、91ってのは、スケジュールが91なのか、売り上げが91なのか。あー、売り上げで言ったら、僕個人のこっちに関しては、今半々ぐらい。あー、そうなんだ。うん、ちなみに、会社さんの売り上げの何割ぐらいが翔さんの、うん、あ、でもね、3割ぐらいの。お、会社全体の3割翔さんのプレイでやってんだ。そう。じゃあ YouTube の対比をかこう。いや、YouTube はすごいね。バケモンやね。あのね、もうアフィリなんてやってるから。北原さんの場合はどれぐらいの、いや、もう今、昔はよ、副業してスターターの時はもう完全これでね、10-0 でした。うんうん、でも僕が一番最初やったのってアフィリエイトからスタートして、そのアフィリエイトで成果を出した、そのアフィリで成果を出す方法っていう講座を作ったわけですよね、うん、初手は他社商品、うん、で次の商品ですでに自社、うん、こう1対1ぐらいの割合ですね、うん、今は 9.5 割ぐらいかな。ほぼ自社の商品しかない、うん、他社のものなんかないかな。実験で、100万円以下のプロダクト作る時のテスト段階でまだ自社のリソースをかけられないな、だけどこのプラットフォーム、この作った流れから物が売れるかどうか確かめたいなって時に1回他社商品流すんですよ、うん、商品作るって時間もかかるしお金もかかるんで、うんうん、1回他社商品作って扱って紹介させてもらって売れるっていうことが分かったら、それに対しての類似商品を自社で作る、うんうん、はい、だからこれやる時に1個ちょっと見てほしいのはこの、まあ、全体的にそうやけどやっぱ利益率。あ、そうですね。だけど、まあ、俺のパターンやとこの他社商品ですらもう自社商品並みのパーセントを取ってるから、はいはいはい、だから成り立ってるこれね本当にね俺翔さんのおかげでだいぶね概念壊れたわ。そうよね、本当に他社の商品売って、うん、売った全体の利益が 100% だとすると70% 取るっていうもっと取るよ、もっと取る、80%。それ聞いた時にそんなん取っていいのって聞くわけですよ、うんうん、でやっぱり商品販売させていただくときって大変なのが、まあ、集客とセールス、うん、でそれを全部やった上でにさらにバックオフィスも巻き取るわけですよね。 LINE 構築とか LP 書いたりとか全部こっちでやるわけだから、あなたはその日に登壇すればいいと、うん、で登壇してもらって売れたものに対してのちゃんとあのアフターフォローしてもらえればそれでいいよっていうことだけやって、あと自分でやるって、自社でやるから8割取れるっていうね。それ聞いて、ああなるほどなんて、かなり固定概念僕壊れましたでそれ聞いてから僕の協業モデルってやっぱ固まったもん、ね、全部こっちでやろうって、はい、だから賞賛ベースになってるから、結局に言うとどっちでもいいよと、うん、でアフィリで学べることって、まずこのねアフィリを取るっていうのがいつか自社商品でいいんですよ、うん、でもアフィリにすることによって商品作るって何作りゃいいのってなるじゃないですか、うん、で作った商品が売れないって全然あるんですよ、企業一発目ってね、うん、だからまず他社の売れてる商品をあなたの発信のジャンルに合わせて載せに行ってみようっていう、お気に行ってみようっていう考え方ができるのがめっちゃいいかなって思いますね、うん、他社商品で売れることが分かったら自社商品に切り替えていけばいいだけなんで、まずこの他社商品を売ってみるっていうところですね。まず始めるのもうここよ、絶対に、うんうんうん、絶対自分で作っちゃうか。そう、あ、何でかっていうと、はい、商品をじゃあ売ろうってなったら絶対的に、まあ、それに興味があるお客さんを集めて教育して、まあ、これを売っていくっていうこの流れなわけやんってなった時に、この自社商品やと絶対自分の色が入んない。例えばできた商品があったとしてももう1個の切り口しか見えへんわけよ、うんうん、だからこの他社商品の俺いいところっていうのはその自分の中で客観的に見れて客観的な切り口が出せるのよ、うんうんうん、それだから俺も今までずっといろんな商品扱ってきたけど、それをこういろんな切り口から見て、この商品ってこういう風なことも言えるよね、こんなことも言えるよねっていうので、今広告とかも出してきて人を集めて売ってきてるわけやから、だからまず初めは他社商品を売るっていうのはマジで理にかなってる、うんうんうん、すごいおすすめ。アフィリエイトの一番いいのって利益を出しながら最大の勉強になることなんですよ、うんうんうん、普通これね自社商品の場合って
勉強に対して痛みが伴うんですよ。でもその痛みっていうのはメンタル的な痛みももちろんだし、金銭的な痛みももちろんだし、あと時間的な痛みもでかいわけよ、実写商品の場合。でもこれなんかはもうバンバン商品を変えていけるから痛みがかなり少ないわけですよね。時間だけじゃないのかな。アフィリエイトからマーケティングを学ぶっていう視点はめちゃめちゃ大事ですね。例えば1個のコンセプトでとっても、じゃあ今来たらさ、ダイエットってすごいやってるわけ、はい、じゃあダイエットっていうこの一つの商品を売っていこうとなっても、大きいダイエットっていうジャンルで見たらいろんな切り口が出せるわけよ、うん、例えば腸活っていうのも言えるわけだし、まあ、腸内解析とかこういうのも言えるし、いろいろこう切り口があるわけよね、はい、っていうのを出し、どれが刺さるキーワードなのかっていうのを1回刺さるキーワードがあれば、あとはそこから集まって教育してその商品売るっていうことができるから、うん、これを試してほしいの。どのキーワード、どのワード、どのコンセプトが刺さるのかっていう、うんうんうん、あと今翔さんが腸活とか言ってくださったように、目的も切り口なわけですよ。例えばダイエットってなったら綺麗になりたい、かっこよくなりたい、うん、美しくなりたいっていう風になるじゃないですか。でも僕のダイエットした目的ってそこじゃないんですよ、うんうん、拡散力上げたいなんですよ、経営者としての、うんうん、実際に拡散力は激上がりしました。うん、痩せたから写真撮ってくれる人増えたんですよ、うん、世の中のありとあらゆるものとかことって広げてくれるのって女性と学生さんなんですよ、うん、僕がじゃあ学生にアプローチできるかっていうと、まだ今そのダイレクトなアプローチ集団っていうのはちょっとやろうと思えばできるんですけど、そこじゃないんですよね。日常から触れるのって女性起業家さんなんですよね、うん、で女性起業家さんがデブの油こってりのヘアスタイルもバチコン、服装もバチコン決めてないおっさんと写真撮って、女性起業家さんってやっぱり外の発信ってすんげえ気にしてるから、インスタグラムとか一枚一枚繊細に選ぶんですよ、写真を。でそこに整ってない状態に行って写真撮ってもらってもなしなんですよ。今ね、もう写真の列できますもん。すごいね、ブルって。でサインと、だから普通にセミナーとかやってサインも書くと、その撮影とサインだけで30分から1時間ぐらい使います。でそれだけやればやるほど外にメンションつけて発信してくれるんですよ、はい、事業を伸ばしたかったらある程度こう表に出やすいような、出る確率の打率を上げるためにダイエットは大事だよねっていうような切り口ってね、誰もやってないんで、起、うん、業家さんとか経営者さん集めてダイエットするっていうのはすごく合ってるなと思います。北原さんの場合、こうアフィリエイトやってるところでなんかこういうキーワード当たったとか、あのね、キーワードじゃないけど、その酵素ドリンクをね売るってなった時に、最初はもうド直球でダイエットでやってたんですけど、もうダイエットやってる人多いからやっぱ動かなかったんですよね、うんうんうん、だから珍しい方でキャラクター作ってトニー・シハラっていうなんかね、パンツ1枚で、そう、なんかコメント入ってたよね、キリン被った時とはちゃうでみたいな。はい、あのこのデブのキリンの被ったは僕がですよ、もう酵素ダイエット教えたるっていう風にやったサイトはかなりシェアされまくりましたね。面白いって、なんかそういう切り口を変えて売れる筋が見えたら広告をいっぱい回したりだとか、はいはい、少しだけ違 う記事とかを連投したりだとか、はい、うん、なんかそういう形で当たるところを見つけて再現性、そうっす、見出していくっていう、はい、実際北原さんがアフィリエイトで一番売り上げを立てた時ってどれぐらいなんですか？マックスで200万ぐらいじゃないですか、アフィリエイトではね、うんうん、でもそのアフィリエイトで培ったスキルを皆さんに講座としてお届けしますよっていう風にした時に1000万ぐらいです。逆に言ったら結局商品売るってなったら、言うたら次のフェーズっていうか、一番初め集客するっていうのが絶対来るわけやん、はい、まあ、集客して、でその後絶対教育せなあかんやん、はい、ってなった時にセミナーが一番最近思ってるんですよ。はいはいはい、なんでかって、もうセミナー来るって段階で教育されてるから、うんうんうん、そこのリストさえ取れたらぶっちゃけそこにある商品ピョンと戦うだけで売れるんですよ、うんうん、だから僕一番やばかったのは、はい、ブース出すでしょ、はい、でも集客しないんですよ、はいはいはい、自社集客じゃないから、はい、ね、他社が集まったあのとこにブース出させてくださいって出させてもらって、でその時に僕がやったのが、公式ガイドブック配ってますっていうので出したんですよ、はいはい、それは公式だったの？そう、全然違う、普通に公式ガイドブックとか言って、でその効率のいいセミナーの受け方とかをこうまとめた冊子を渡してあげて、それでリスト3000円ぐらい取って、でそこからポンと出して1億円売れたっていう。すごいね、うん、それはガイドブックって渡すじゃないですか、うん、そのガイドブックには何て書いてあって実際に相手の連絡先を取ってるんですか？あ、もうそのガイドブック渡すために名刺もらいます、はい、でその後ガチャガチャしてってのやつでガチャガチャさせる、はい、でそしたらガチャガチャって当たったのが、まあ、セミナーが当たります、はい、まあ、こっちおいでってセミナー選ばせる、はい、でそこでクロージングするみたいな一番これでなんか僕がアフィリエイトと聞いたらやっぱりブログとかのイメージがあって、うん、しかもあの文章を書くっていうイメージがあるんですけど、うん、ライティングの能力っていうのも向上していくものなんですか？
世の中に情報を伝える方法って結局僕2つしかないと思ってて、ライティングとトークなんですよね、うん、だからこの何かを商品を売ろう伝えよう人を集めようと思った時にライティングとトーク力っていうのは必ず必要になるから、この2つをとにかく徹底的に勉強する、うん、そしてそれに対してじゃあどんな切り口でトークを伝えるのか、うん、どんな切り口で文章を書くのかっていう、そのあとは切り口の勉強、集客、教育っていうことをやっていけば、まあ、基本的に売れていくよねっていう、うん、でそれを勉強するのにアフィリエイトは超効率、うんうんはい、このライティングの能力とかどの職業に対してもめっちゃ使えるものなんかな、はい、めっちゃ使えます。それを稼ぎながら、そう稼ぎながら勉強できるっていうのがアフィリエイトの最大のいいところじゃないかな、うん、集客だけ行くんやったら結構こっから学べることはすごく多い。エンタメ、エンタメはやっぱ人を引きつけるのは一番強いから、うんうんうん、北原さんもさっき言っていただいたトニー、そう、それで、最近ちょっとトニーみたいなやり方やってないねって、はいはい、俺たちちょっと真面目なコンテンツ出しすぎてるよねってことで、昨日ねうちの名メンバーと、うん、なんかもう今のスキルでガチでマックを流行らせてみようかとか、はいはい、美味しいマクドナルドの食べ方っていうのをちゃんとヘッダー写真ちゃんとプロで撮ってもらってマックの魅力を俺たちが語るっていうのを LP にしてたらちょっと面白いんじゃないって。基本的に僕マック大好きなんですけど、全ての商品にとりあえず僕ケチャップ足りないってずっと思ってるんですよ。ダブルチーズバーガーもうまいんだ、でもねケチャップ足りないんですよあれ。今まで学んだ写真撮影の力、ライティングの力、企画出しの力を全部集結してマックに送客しようかなって。でも逆に言うとだからちょっとこうみんな真面目じゃないですか、ツイッター界隈でも YouTube 界隈でも、うん、もうちょいなんかぶっ飛んでエンタメに寄せても、なんでかというと人を集めるっていう能力さえあればもう別に何やっても売れるから、うんうん、俺らはもうちょっとなんかこう遊び心があってもいいんじゃないのっていうのは、だからそのね遊び心がなくなる原因が商品ありきで考えるから、うん、そう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 何が言いたいかというと、要はこれからやっていくと心なくすってことよ、うんうん、でもね、ここまで話したけど俺はね、もう社会人出たら商品ありきで考えた方がいいだって、まあ、食っていかなきゃいけないから。そうですよ、学生の時始めるのは発信ありきというか、何が面白い中でやってバズっちゃった、楽しかったって思い出から商品につなげていけばいいけど、もう社会に出たらこれよ、うんうん、ただこれで力をつけてたら一回このエンタメにね、なんかこう面白いことやってもいいよねってのはあるよね、うん、だから最近ね俺たちの YouTube もちょっとあのわらしべ長者ね入ったりね、ちょっと面白いことやろうぜってことでやっててますけど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回はアフィリエイトからちょっと学ぶマーケティングというかビジネスの概念であったりだとか、そういったところをちょっとお話しいただけたなと思いますので、これからアフィリエイト始める人は勉強しながら始めてもらうのがいいんじゃないかなと思いました。アフィリエイトで人生が変わった話、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。コロ、はい、さん、これを持ってきてくださった理由は、はい、今こう北原さんのチャンネルを見られてる方は、はい、自分でこう事業をやられてる方であったりだとか、はい、副業としてやってる方もいらっしゃれば、はい、これからちょっと始めようっていう方もいらっしゃると思うんですよ。なんでちょっと北原さんも最初アフィリエイトという副業から始まったっていうのがあると思うので、はい、人生変えていただきました。はい、北原さんはこうやって変わったよ、だからみんなも一緒に動こうっていう、みんなに対しての応援ソング的な、はい、応援ソング的な形でちょっと動画撮らせてもらえればなと思っております。はいはい、いやこれねヘビロテよ、ヘビロテ。もう単純にね、人が頑張って人が成果を出した話って結構勇気もらえないですか、うん、僕はそういうタイプなんですよ。そうですね、だからこの動画勇気出るなと思うのは基本的に何回も聞いてるんで、うん、これがね皆さんにとって勇気が出る動画になってほしいな、うん、そんな一本になるように心を込めて歌います。聞いてください、アフィリエイトで人生が変わった。知っちゃいました。曲が始まってしまう。曲が始まってしまう。ちゃんと話さないといけないですね。吟じちゃっていいですか。吟じちゃってください。ありがとうございます。コロさんはね、完璧も本当にありがとうございます。はい、あ、そうか、概要欄の方にですね、北原孝彦の、公式 LINE をご案内させていただいております。この動画をね、もう何回も見ていただいている方、もういい加減友達になろう。もうね、さっさとなった方がいい。で、一回友達になってもらって、僕から動画が届きます。今日もお話しますけど、100円から年商50億グループまでどう育てていったのかっていう考え方です。今日の話でね、ググってきた人はぜひ一緒にそっちの動画も見てほしい。勇気になると思います。行動できるようになると思いますので、ぜひね、友達になってやってください。はい、ということでこちらのお話をさせていただきます。アフィリエイトで人生がどう変わったのか、
実際にじゃあアフィリエイトやる前の僕ってどんな人生だったのかっていうと、やっぱりね、世の中のせい、人のせい、環境のせいにしてたかな。普通に小中高専門学校を卒業して、まあ、美容の世界に入ったわけですよね。美容師になった時にそもそもね、初任給8万円ってところからスタートしてるわけですよ。初任給8万円ですよ。コロさん初任給いくらでした？初めて入ったところ初任給でも多分僕18万ぐらいはあります。あ、でもあれ高いですね。18万っていうと僕で言う店長になった時よりも高いっす。僕初任給8万円のアシスタント時代13万円、スタイリスト店長になって17万円、11年間勤務して組織30人いる中のナンバー2でもらったお給料が26万円だったんですよ、最後のお給料が。それが31歳の時のお給料だったんですけど、24歳の時に業績は上げられるけどお給料は増えないんだってことが分かったんですよね。お給料が増えるのか増えないのかっていうのは経営者の気分次第だっていう風になった時に、あ、ちょっと自分自身でもっとビジネスをちゃんと勉強して自分自身が空いた時間でもお金を稼げるようになっていきたいなと思って、うん、初めてそこで副業っていうことを考えたんですね。それが24歳の時でした。で、空いた時間で副業って検索した時にこのアフィリエイトっていう言葉に出会ったんですよね、うんうん、じゃあアフィリエイトってそもそも何なのかっていうと、提携した商品を販売するっていうような意味合いなんですよね。なので世の中の商品って全部アフィリエイトできるんです。例えば、楽天とかアマゾンで大体の商品って揃うじゃないですか。で、楽天とかアマゾンの商品って紹介することができるんですよ、うんうん、SNS を使ったりとかブログを更新して、そのブログでこの商品買ってよかったよとか、この映画見たけど素晴らしかったよとかって紹介ができるんですよ、うんうん、で、自分の紹介した商品はこちらって言ってリンクを貼って、そのリンクから商品を買ってってくださると自分に対して手数料が入るわけですよね、うん、で、そのアフィリエイトっていうのは何がいいのかっていうと、これね、リスクが何もないんですよね、うん、なんなら自分が使ってる商品をそのまま紹介するだけですからね、何のリスクもないじゃないですか。で、そのリスクがないことで僕はね、いろいろやりました。いろいろやった結果、まだその思考が身についてない僕はですよ、その紹介したものを見てもらえるっていうところまで行くのに3年かかってるんです。3年で100円ですよ。3年で100円っていうのはもう普通に死にますよね。死にますね。僕この時のお給料はね、多分ね、13万から17万ぐらいですね、僕この時のお給料っていうのは。空いた時間でコツ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 勉強した結果3年で100円だったんです、うんうん、もうそもそもお給料がここからどうしても増えなかったから、うん、そもそもここしかかけるとこなかったんですよ、うんうん、でしかも空いた時間でできることって当時アフィリエイトぐらいしかなかったんですよね。当時のブログ、うん、ウェブサイト全盛期でしたね。みんながブログ飯ブロガーっていうところを言ってた時代に僕はブログを書いたわけですよ、うん、そしたら3年で100円だったんです。死んでますよね。まあちょっと物足りない感じありますよね、はい、ただ、はい、僕自身のお給料が13万から17万しか稼げなかった状態で、うん、空いた時間で何もしてなかったのにこの100円入ってきたってことについてめちゃめちゃ可能性を感じたんですよ、うんうんうん、たった100円、え、やめてやろうじゃなくて、え、何もしてないのに美容師やりながら空いた時間で100円のマネタイズが発生した、キャッシュが発生したってことに対してめちゃめちゃ可能性を感じたんですよ、うんうん、で僕ここでスイッチ入ったんですよ。これ1万回やったろって。まあなんで1万回かっていうと100円かける単純に1万回って100万円じゃないですか、うんうん、はい、でこれをね、じゃあどうやろうっていうふうに思ったんですよね。でまず僕がやったことっすよ、この100円稼ぐ、この100円稼ぐ記事の書き方っていうのを、どういう記事を書いたらいいのかっていうのをマニュアル化したんですよ。3年かけて生み出した100円 を、だってこれを1万回やろうと思ったらそもそも自分一人じゃ無理だってことになるんですよ、うんうん、だから僕一人がやるんじゃなくてチームを組んで必ず人を巻き込んで、僕一人で1万回はやるのは無理だけど誰かを巻き込んで一緒にやってもらえるような舞台が作れればそれでええんじゃないかなと思って、うん、そのためにはまずこの100円に対しての再現性を作らなきゃいけないから、この100円の再現性を作るためのマニュアル化ですよね。このマニュアル化っていうのはもう単純に再現率を上げるためですね、うん、ここをね、まず01っていう部分で100円生み出す、100円生み出す、このマニュアル化っていうのは僕のビジネスの構造化の基本的な考え方になります、うん、この動画を見ていただいている方は起業とか副業とかなんで100円か100万円かって話じゃないんですよ。この考え方が後に100店舗展開を4年で実現した美容室の展開方法にもなってるし、
月額料金2万円のビジネスコミュニティを10人から1000人まで1年で増やした考え方にもこれなってるわけですよね。だからこの考え方っていうのは身につけてほしいですね。まず100円を分散して試行錯誤しながら100円を稼いだ、そこからその100円稼ぐ方法の打率をマニュアル化によって再現力を高めた方法っていうのを作った、マニュアルを作ったってとこなんですよね、うん、でその考えの根底にあるのは100円1万回やれば100万円やんっていう考え方ですね、うん、はい、まずここまで OK ですか。はい、 OK です、はい、でマニュアル化しました。マニュアル化してそのマニュアル化通りに自分がまず確認したわけですね、うん、自分で再現していったわけですよ。そのマニュアルを自分で再現、そのマニュアルを自分で再現しました、うん、今度じゃあその100円稼ぐ記事っていうのをどれぐらいのコストで誰にやってもらおうっていう風な考え方になったわけですよ、うんうんうん、要はそのマニュアルをやってくれる人をどう探すかだったんですよ、うんうん、人に再現してもらうためにはって考えた時に、当時何をやったのかっていうと副業掲示板みたいなところに対してまだクラウドワークスとかダンサーズとかがなかったと思うんですよね。だから僕は知らなかったですね、11万、はい、だから僕副業掲示板っていうものを使ったんですけど、うんうん、まあブログなんですけど、1記事あたり500文字、うん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 、500文字ですね、150円で書いていただけませんかっていうお仕事を流したんですよね。だいたいその500文字っていうのはリサーチも含めてだいたい1時間で4本仕上げられるんですよ。150円で4本仕上げられるっていうと時給600円なんですよね、うん、でこの時給600円って格安じゃないですか、うんうん、時給600円ですけどこの時給600円が欲しいっていう人ってどういう人だと思います？いわばリモートでできるってことですね。そう、リモートパソコン1台で空いた時間で自分のタイミングでいつでも仕事になるっていう仕事。いつでもだったらお母さんそこ、そう、出産されて、ね、子供の近くにずっといなきゃいけない、子供に何かがあるか分かんないから、うんうん、だけど何かお金を稼ぎたい、何かお仕事をしたいって時に内職でなんかこうティッシュのね何かをやるとかって言うとマジで格安じゃないですか、うんうんうん、でそれよりも比較的効率のいい稼ぎ口っていうのを打診して作ったところ50人のチームになったんですよ。おー、はい、これで僕の中で人に再現してもらうためのマニュアルができました。このマニュアルをプレイしてくれる主婦の方が50人集まりましたっていう状態になったんですよね。で僕は、まあ、美容師で朝の8時半から出勤して帰宅が夜の12時1時だったんですよ。夜のですよ、夜の12時1時当時 LINE もなかったですからね。帰宅したらメールでですね50人の方にこれも指示をしたわけですよ。ただ最初は50人に指示してたんですけど50人に指示をするっていうのに対してパンクしたんですよ。でその次に何をやってるのかっていうとリーダーを 1,2,3,4,5 人つけてここに9人ずつつけてたんですよ。この5人に対して仕事の案件を振っていったんですよ。でこの5人がリーダーになってもらってこの9人をまとめて僕に対して仕上がったものを上げてもらうっていう感じ。だから僕自身はこの5人しか管理してないんですよ、はいはいはい、これ僕が展開している美容室ブランドも FC オーナーの管理をさせていただきながら FC オーナーが社員を管理するっていうような構造を取ってるんです、はいはい、これで173店舗の管理っていうのを月間3時間で管理してるんですよ、はい、月間で3時間ですからね。月間で3時間はい、めちゃくちゃ少ない。年間で36時間で173店舗の管理ができるわけですね。だから基本的にビジネスってのは全部一緒って言ってるのはこの構造を理解してしまうとどんな市場も制覇できるっていうふうに考えています。で実際に僕は6ヶ月で9000回かな、9000回、はい、でこれ何をやったかっていうと、まあ、記事を書くじゃないですか。この記事を書くときっていうのはどんなジャンルの記事を書くのかってある程度決めるわけですよね、はい、ありとあらゆるジャンルの記事を書きました。ジャンルを書きました。例えば花札のルールとかウノのルールとか、はいはい、極端な話だとトランペットの吹き方とか、はいはいはい、もうありとあらゆるテキストサイトっていうのを立ち上げてきたわけですよ、はい、で一つのキーワードに対して10記事書いたんですよ。まずでこれを10記事ベースをいくつも書くんですよ。でこれで5から10サイト仕込むんですよまず、はい、でこの10個に対してじゃあコロさん1記事150円だったら10サイト仕込むのにいくらですか？1500円。これどうですか？安い。全然安くないですか？はいはいはい。でこれ打率8割で1ヶ月で返ってくるわけですよ、はいはいはい、そうなるとですよここで負けるサイトが出たとしても3つ勝てば翌月にはこの負けた分も回収できてしまうんですよ ね、 そうですね。だからこれ勝ち戦が決まってるルーレットなんですよ、はい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 、でこれを僕は10記事って仕込んだら次に何をやるかっていうと新しいジャンルの開拓で追加で10記事仕込みながら勝っていってるところに対してプラス30から100記事ぶっ込むんですよまた、はい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 、そうするとここの収入が一気に加速するんですよね、はいはい、仮にここがトータル100記事ぶっ込んだとしてもですよ、トータルいくらですかこれさん？1万5000円で
このサイトが1ヶ月で3万から多い10万回収するんですよ。そうするとここ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 の価格に負けたとしても、はいはい、ここで全部ペイできてしまうんですよ、ね、そうっていう仕組みを作ってしまったんですよ。はいはいはい、はい、これをねどん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 複利の仕組みそうですねで回したところですよ、1ヶ月で100万いったんですよ。おー大台。これ当時知りたい知りたいっていう人がめっちゃいらっしゃったんですよ、うんうん、その考え方を知りたい知りたいと、はい、知りたくないですか。だってこれ負けようがなくないですか。いや本当そうですね、はい、でしかも1日2時間ぐらいの作業ですよ、うん、だってライターさんへの指示ですからね、うんうん、はい、でその僕のマニュアルを使った指示の仕方とか指示の切り口とかどういうふうにやってるどういう考え方でやってるのかっていうことをね講座にしたんですよ。確かにもう今、はい、仕組みを聞いただけでも、はい、なんかじゃあキーワードってどうやって探すんですかとかなんかいろいろ聞きたくなると思うんですけど、はい、このキーワードってどうやって探すんですかっていうコアの部分を講座化していったわけですよ、うんうんうん、そのアフィリエイト収益って1日ごとに本日はいくらの収益ですって管理画面にアクセスすると出るんですよね、はいはい、その出てるものをわざわざ写真を撮って、はい、しかもご丁寧にですよ僕のブログ ID とか Twitter ID とかを紙に書いて添えてスクショじゃなくてその紙に添えてこれ僕の管理画面だよって、はいはい、写真撮って外に出してったんですよね、はいはいはい、そしたらね今まで僕の話を聞いてくれなかった方々がですよどうやってやってるんですかってブログにコメントが入るようになって、うん、メールが入るようになってお問い合わせのところに対してどん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 教えてください教えてください、うん、弟子にしてくださいっていうのが入るようになってったんですよね。入りながら毎月毎月収益をどん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 更新していったわけですよ、うん、で100万円いった時にお待たせいたしました講座をやらせていただきますってリリースしたんですよね。そしたらですねこの100万円到達した1週間後に始めた講座で1回のメールで1000万稼ぐことができたんですよ。一気に飛び抜けましたね。飛び抜けました。でこの時僕のお給料は20万前後です。月間で20万前後です。これが1時間で1000万稼いでみてくださいよ。もう俺のって何かが変わるってなりますね。なりますでしょ、はいはいはい、なったんですよ。何かが変わるって本当に変わったんですよね。そこでねあれなんでこんなにお金を稼ぐってことが簡単なんだろうって思ったんです、うんうん、100円しか稼いだことがない男がですよ3年間かけて100円稼いでその後6ヶ月で100万円まで行ってその100万円行って1週間後には1000万稼ぐことができてあれってちょっと待ってよってなんで美容室こんなに苦労してんのっていう思考になったんですよ、うんうん、なんでこんなに社員が離職してなんでこんなにうまくいかないのっていうふうになった時にビジネスモデルつまりマニュアルがなかったってところに発想がいったわけですね。そういえば美容室の技術の練習はするけど売り方のマニュアルってないよなって気づいたわけですよ。でどんなお客様に向けてどんなコンセプトを打ち出そうかっていう考え方も、うん、さっき1時間で600円喜んで稼いでくれる人っていうのは主婦の方、はい、外に働きたいけど空いた時間で自由に働きたいっていう人たちですね。で1時間で600円だったら全然やってくれるだろうと思った打ち出しと同時にじゃあうちの作る美容室のモデルがどういう社員さんに喜ばれるのか、うんうん、どういうマネージャーだったらやれるのかそして展開をするのはどういう人たちをここにリーダー格に添えていけばいいのかっていう考え方になったんです、うんうん、で僕が当時考えたのがトリートメントっていうところに一点集中だったんですよ、うんはい、これなぜトリートメントなのかっていうとやっぱりね美容室の花形ってカットだと僕は思ってるんですよね。もちろんこれが時代によってカットがカラーリングになったりとか、うん、今宿毛矯正が花形になってきたりとかいろんな見せ方があると思うんですけどやっぱカットっていうのはかっこいいわけですよ。当時の僕の10年前っていうのはカットが全てだったんですよ。このカット料金っていうのがやっぱり4000円から1万なんですよね。どうしても、うん、でトリートメントっていうのが1万から上、はいはい、でカラー料金っていうのがこれダブルカラーにしちゃったらもう単純に1万5000円ぐらいもうこれだけで取れるんですよね、うんうんうん、はい、で宿毛矯正ですよね。宿毛矯正も2万円いただける技術なんですよ。もっと取れます、もっといただけますね、はい、東京で宿毛矯正なんかやったら4万とかかかったりするところもありますよ、うんうん、じゃあコロさんこれカットトリートメントカラーリング宿毛矯正どれが一番修行に対して期間がかかるのかっていう部分でどこだと思います。カットですかね。ビンゴ当たり前。もうねカットが一番時間かかるの、うんうんうん、だから何が起きてるのかっていうとこの一番習得までに時間がかかる技術が一番安いっていう現象なの。つまりね何が言いたいかっていうとカットを追ってる段階でもう育成に対しても時間がかかるしそれに対してのマネタイズもしにくくなるよっていう挑戦をしちゃってるわけよね、うんうんうん、
で僕が勤務してたっていうのはカットが正義の店舗だったわけですよ、うん、で僕はここじゃなくてマニュアル化しやすいところってどこなのかなって考えた時にこのトリートメントだと思ったんですよね、うん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 、でトリートメントを接客マニュアル作って何を喋ればいいのかっていうところまで全部作って、うんうん、余計なことを喋るなと、うん、そもそも美容師ってバカなんだから、うん、そのバカが考えたトークをしたところで、まあ、これ僕に言ってます、当時の僕に言ってます、今日天気悪いですね話しますこれこれ言っちゃうんですよ、はいはいはい、今日この後どこ行くんですか、はい、新規のお客さんですよ、初めて会った人ですよ今日この後どこ行くんですかって、いやあなたと別に今日どこ行くかどうかの話っていうのはこの後のヘアスタイルの相談をするんだったらまだしも、うん、そんな背景もなしに今日この後どこ行くんですか、いやそんな会話を求めてないわけですよね、だから接客マニュアル、トークマニュアルっていうのを全部マニュアル化してってやったところ、かつトリートメントっていうのをベースに置いたところ単価が上がって習得期間っていうのが短くなって売れるスタイリストっていう作れるモデルを作ったわけです、はいはいはい、はい、トリートメントにした結果もう入社してから8ヶ月で100万円になります、おー、はい、なるほどです、はい、まあ、それも今言ってもらったマニュアル化したのも、そうマニュアル化、はいはい、こう北原さんが満足度を得れたものに対してこう再現性を高めていった、はい、もうアフィリエイトでやったのと一緒、ね、そうですね、でここからあとはもう考え方をまとめて、はい、美容室をじゃあどうやって広げるのかって言って実店舗展開の方に入っていったわけです、はい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 、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、アフィリエイトで人生が変わった話実店舗編、イエーイ、イエーイ、はい、今のゆでたの編集じゃないですよ、編集じゃないですよ、もう僕が地鳴りをね、地鳴らしをしてますので、今回なんですけども、はい、前出ている動画北原さんがもう一からこう副業としてアフィリエイトを、はい、初めてですね、はい、人生が変わったこう経緯のお話をしてもらったんですけども、はい、話してる中でやっぱりアフィリエイトで得たこのビジネスモデルというか知識が今のこうビジネスのやり方にも精通してるっていうところから、今回は実店舗編、はい、実際にディアーズを広めたことであったりだとか、他、はい、コミュニティとかでも使えるノウハウですね、はい、そうですね、はい、はい、なのでそれをちょっとアフィリエイトからこういうことを学んだよというちょっと観点からお話ししてもらえればなと思っております、はい、はい、これね実際にアフィリエイトで僕は人生が変わりました、はい、前回の動画でね100円稼ぐまでに3年かかって、その100円稼いだ方法をたった100円かで終わらせないで、その100円の稼ぎ方っていうのをマニュアル化して50人のライターチーム組んで、それを組織として1万回やろうと思って、まあ実際9000回やったんですけど、9000回やった結果6ヶ月で100万円っていう収入になったわけですよね。でその6ヶ月で100万円至るまでの経過っていうのを全部成果報告っていうのをウェブ上に上げてったところを教えてください、何やってるんですか、どんな秘密があるんですか、どういうキーワードを選んでるんですかっていうことを聞かれまくって、じゃあそれを講座で教えますねって言って講座をやったところ、たった1通のメール1時間で1000万円の売り上げが上がったと、当時の僕のお給料っていうのは20万円以下ぐらいですよね、うん、1時間で1000万円上げてみてくださいよ、およそ50ヶ月分の給料を1時間で稼ぎみてくださいよ、人生変わったって言ってもいいんじゃないですか、うんうんうん、はい、でそこからね事業ってビジネスモデルが大事なんだっていうことで、実店舗の今度展開編っていうのをちょっとお話ししていこうかなと思います。でこの実店舗ってサクッと書いてますけど、これ今僕実店舗210店舗やってます。210店舗ですよ、これ人生が変わったと言ってもいいんじゃないでしょうか。変わってます、変わってますよね、はい、これで変わってなかったらびっくりしますね。そうですね、これで変わってなかったら、はい、あれですよ、210本のうまい棒の話じゃないですよ、そうです、210店舗の話ですからね、はい、まあ、どんな風に考えてるのかってことをねちょっとお話しできればなと思います。はい、じゃあ銀しちゃっていいですか。銀しちゃってください。ありがとうございます。どんどんクオリティ上がってきてます。そうですよね、ありがとうございます。喉の使い方が分かってきました。はい、さすがでございます。マニュアル化しますね。で概要欄の方にはですね、北原貴彦公式 LINE をご案内させていただいております。お友達になっていただいて配信されるコンテンツ動画受け取ってください、見てみてください。どうやって人生変えてきたのか、どうやって乗り越えてきたのか、どうやってサービス作ってきたのかっていうのをね語ってる動画があります。1時間近く語ってますので、それ一回見てみてください。考え方だいぶ変わると思います。事業やろうって思えると思います。挑戦してやろうって、あのバカな北原でもできたんだから俺も私もやってもらおうって思えばこれほど嬉しいことはないので、よかったら友達になってやって動画見てください。ということで今回の動画、アフィリエイトで人生が変わった実店舗編いきます。はい、実際に前の店舗でスタッフにやらしたところ、はい、8ヶ月で100万円の売り上げのところまで上がってしまった。でそのスタッフってのがベテランスタイリストじゃないんですよ。スタイリスト1年生ですよ。
全く新人です。スタイリスト1年生でも勤務としては4年勤務、3年間アシスタント1年生スタイリストなんで4年ぐらい勤務してるんですね、はいはい、で片やベテラン、僕は当時店長でしたからね、うんうん、は単価7500円ぐらいだったんですよ。だってカットが多いんだもん、うんうん、カットが多いんだもん、しょうがないよ、7500円の単価だったわけですよ、うんうん、じゃあこの子の単価いくらだと思いますかってとこなんですよ。この人に関しては、はい、言えばマニュアルで作った、そうそう、マニュアルで作ったトリートメント、トリートメントベースのそのサイドメニューありありの、うんうん、僕はもう花形カットマンだった、うんうんうん、はい、これもあれですよね、トリートメントは単価としてはもう全然カットより高い、さっき言った1万、あとで言いますよ、じゃあ1万2000円あ、いいとこ言ってる、1万4000円だったんですよ、はい、おお、はい、これ僕、アシスタント2人ぐらいつけてたんですよ。ああ、北原さんに、はいはい、僕も含めて3人でやってたんですよ、うんうんうん、これ、片やこっち1人でやってましたからね、全然違いますね。そうなんですよ、カットをバンバンカットしてってシャンプーを通してってもらって、うんうん、カラーリングの指示をしてて、まあ、僕のカットの単価っていうのは4000円だったんです、うんうん、でカラーリングバン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 通してってカットカラーにすると1万円とかっていうような値段形態だったんです、うん、で彼に関してはトリートメントをカラーリング宿毛矯正っていうような部分で1人で回してたんですよ、うんうんうん、で僕はこれを3人でやってたわけですよね。もうねこれねどうあがいてもねこっちの方がやっぱ生産性っていう部分で勝てないんですよ、うんうんうん、で経営者としても欲しいのはこっちじゃなくてこっちなんですよ。そうっす、ね、やっぱりこれをやった時にあビジネスモデルって大事だなと、カット選んだ瞬間って単価ってこれなんだって分かった時に、うん、ちゃんとこのビジネスモデルで構築して店舗展開しようっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、で当時の社長さんに提案したところそれは受け入れていただけなかったので、うん、まあ、提案してから3年後退社させていただいて自分でやりだしたのが2015年の5月ですよ。5月1号店をオープンしました、はい、ここでやったことってのは僕自身がまず現場に立って新しいエリアでも集客できるのかっていう集客の再現性を見出して、うん、その作ったビジネスモデルを実践したところ0から3ヶ月目で売上80万円前のところからお客さんって一人も連れてきてないんですよ、うん、なぜなら高速道路を運転して1時間ぐらい離れてるところにオープンしたので、うん、前の職場から絶対来ないところに来て、はいはいはい、本当にゼロから構築して3ヶ月で80万円近い売り上げを叩いて、うん、あとはもう待ってても売り上げ100万はいくなと、ただそこが目標だったんじゃないですよ、全都道府県に出店しようというビジネスモデルだったんですよね、うんうんうん、で自分がその80万まで行った段階で求人を取ったわけですね。うちで働きませんかってなった時に、まあ、何人か来てくれて、うんうん、まだカットは覚えたばっかりでお客さんが着く前に前の職場を辞めちゃった、うん、でこれからいくらでも色を塗って差し上げられるっていう子で、前の職場でちょっと心が疲れてしまっている人を採用したわけですよね、うんうん、なので花形であるカットやりたいっていう人を採用してないんですよ、はいはいはい、でそのトリートメントを、やってもらったところ、その子もね3ヶ月で80万円叩いたんですよ。今まで売り上げが上がらなくて前の店舗辞めてるのにもかかわらず、うちに入ってもらったら3ヶ月で80万円トリートメントで売ってるわけですよ。そこで僕は2人目の社員も採用してやったところ、2人目の社員も同じような成功モデルができたんですね。で2016年4月2店舗目もその1号店から車で10分離れたところにオープンしてるんですよ、うんうん、なぜならここの店舗が溢れちゃったから、ここの店舗で席数を増やして個室にしてオープンしてるんですよね、うんうん、その2店舗目でもビジネスモデルを作りたかったんですよ、うんうん、というのもここの店舗に僕が立っちゃってるわけですから、うんうんうん、僕が店長なんならオーナーって形で君臨しちゃってるんですよ、うんうんうん、でこの店長とかオーナーを作らないやり方にしないと何が起きるのかっていうと、店長って退職するんですよね、やっぱり、はいはい、もちろん退職しない店長もいます。ただね、店長にそもそもなりたいですってなってくやつってお店持ちたいですになりやすいんですよね。そうです、はい、なので店長不在の完全自立型の店舗を作りたいなと思って、うんうんうん、2016年の4月にオープンして、僕が立たないでどうやったら社員が離職しないのか、うんうん、社員が自分のことを自分で管理しながらどうやって離職が起きないモデルができるのかっていう風なところを2016年の4月から実験したんですよ、うんうん、そしたら、その店舗ももちろん溢れて、店長がいない状態でも確実に回るってことが再現できて、そのモデルっていうのを作ったわけですよね、はいはい、どういう人を採用すればいいのかってところも全部言語化して、面接のやり方とかも全部出してそれをやったわけですよね。で面接の音声とかは僕のねコミュニティに全部記録してあるので聞いてみてください、うんうんうん、月額料金2万円いただいてるコミュニティですけど、どういう社員を雇用したら辞めないのか、うん、そもそも離職起きないのかってことをその音声を聞いてもらってね全部わかるようになってくると思うんで、ぜひ一回聞いてみてください、うんうん、はい、続きますね、はい、でこれで2016年の4月に立ち上げた店舗で完結型事業って僕は呼んでるんですけど、うんうん、
終わりがある事業、完結する事業っていうのがすごく大事なんですよ、うんうんうん、これ美容室でよくある事例が成長し続ける美容室を作ろうとするんですよ、うんうん、対前年何パーセントアップって、はい、対前年 120% アップ 130% アップ、要は去年よりも売上 30% 増そうねみたいな、うん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 、これを5年間6年間7年間10年間ずっと 130% アップしてみてくださいよ、死ぬんすよ。そうですね、大変なんですよ。だって席数とか社員数変わらないんですよ、うんうん、だから僕は目標には終わりがあるよねっていう美容室モデルを作ったわけですよね、うん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 、でそれで1席あたり80万から120万円売り上げればもうそれで終わり、うんうん、でそれであとはお客さん社員で溢れて、お客さんで溢れた段階で次の店舗を出すっていうモデルを作ったわけですよね、うん、でこの店舗のマニュアル化ができた時に、あとはこれを全国に作ればいいだけやっていう状態になったわけですよ、うん、で2017年、ここで何をやったのかっていうと、はい、美容室って1店舗あたり1000万ぐらいかかるんですよ。さっきのウェブサイトは1サイトあたり10記事だったら1500円、はい、今回のモデルは1000万ですよ。なるほど。じゃあこれをどうやって47都道府県出店するのかって考えた時に、うん、単純にですよ、4億円以上のお金を借り入れなきゃいけなかったわけですよね、うんうん、しかも僕はそれを5年でやろうと思ってたんですよ、はいはいはい、それを銀行に行って5年で俺だけのことをやりたくて、4億円以上のお金を借り入れたいんですけどどうですかって言ったところ無理ですって言われたんですよねでやべえやつが来たと思う、はい、対応してくださらなかったんですよ、はい、もちろん銀行なんで丁寧に対応していただいたんですけど、はい、まあお茶は飲ませていただきましたでそうしたところ、まあ借り入れができなかったわけですよね、うんうん、でじゃあ僕はどこに目をつけたのかっていうと、居抜き店舗っていうところに目をつけたんですよ。居抜き店舗、はい、要は前美容室でをやってたであろう原型が残ってて、うんうん、何かが理由で辞めてしまって、だけど美容室の設備はそのまま残ってる居抜き店舗、うんうんうん、でそこを借り入れすることができれば出店費用0円、うん、もしくは看板変更ぐらいのお金で出店できるよねって思ったんですよ、はいはいはい、でもね、まあ、そんなにね話うまくねやっぱいかんくて、はいはい、居抜き店舗の譲渡金が300万とか400万とか居抜きになってるからちょっと家賃がね高めに設定されてたりとかするんですよね、はいはい、あこれだったらそもそも自分で使っちゃった方がよくねっていう風になっちゃって、そうするとでも借り入れで大きなキャッシュは借り入れられない、居抜き店舗も見つからないなっていう風に考えた時にピンときたんですよ。ほうほうほう。居抜きになる前、撤退を心に決める瞬間かそうでないかっていうオーナーに直接ダイレクトコンタクト取ろうって、はい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 、僕がやったのはですよ、はい、当時のキーワードウェブサイトが出てくるわけですよ、美容室赤字とか、はいはいはい、撤退とか、ちょっと漢字が書けないから撤退とか資金とか、はいはい、美容室がうまくいってないであろう人が検索するワードを僕のページに相談してみませんかっていうアクセスを集めたわけですよね、はいはい、アフィリエイトの考え方がちょっと似てます。まあ目的としては表のページとしては相談に乗りますよと、で裏の目的としては撤退相談を受けることによって撤退に関して実際に50万から100万ぐらい撤退資金ってかかっちゃうんですよね。スケルトンに戻さなきゃいけないから、はいはい、ほとんどのケースが、でそれを資金かからないで僕が引き受けますっていうようなことを言おうと思って、だけど相談に乗りますよっていう感じで書いたところですね、はいはい、相談が来るわけですよ、はいはいはい、来たんです。で僕もうちょっとねポップな相談来るかなと思ったんですけど、はいはい、結構重い相談が来たんですよ。なるほど。これこれこういう理由でこういう状態で北原さんにお話を聞いてもらいたい、助けてもらいたい、僕一番最初もらった人から会いに行ったんですよね、ちゃんと、うんうん、なんでこういう風になっちゃったんですかって、まあ、出店したのいつなんですかって、1年経ってないんですよ、1年、はいはいはい、1年経ってないのに運転資金が底をつけて売り上げが25万から多い時で30万円、はいはい、でも家賃で10万円、借り入れ返済で10万円、奥さんいらっしゃいます、お子さんいらっしゃいますっていう状態だったんですよ。やばいっす、ね、もう真っ赤っかだったんですよ、はいはい、で僕はその話を聞きながらこの店舗をいかに譲渡してもらうのか引き継ぐのかってことを考えてたんですけどね、はい、うん、やっぱねそう思えなかったんですよ、うんうんうん、で相談に乗ってるうちに分かりましたと、じゃあ僕の言う通りやってもらえませんかっつって、うん、ビジネスモデルも提供してお客さんも集客こっちでやって送客して、うんうん、オーナーは現場に僕の言う通り立っててくればいい、その代わり僕の言う通りのビジネスモデルやってもらって僕が送客して V 字回復したら看板変えていただけませんかっていうのがうちの FC 第1号店なんですよ、はいはい、としたらね3ヶ月で売上3倍になって V 字回復したんですよ。へーすごいですね。でね、結末としてはその店舗のオーナーさん今3店舗やってる。へえー、面白いというかすげえ鳥肌立つ。今まではオープンして30万しか売り上げ上げられなかったのが今もう3店舗のオーナーやってるわけですよね。でその赤字回復っていうのを2名のオーナーやって、うん、でそこからですよ FC 募集しますって言ったところで実店舗2店舗 FC 店舗2店舗4店舗が FC 募集しますって言ったところで人って来ないんですよ、うんうんうん、
そもそも4店舗しかやってない人が何 FC なんか言っちゃってるのってのが、うんうん、やっぱ市場に対しての耳をもっと傾けなきゃいけないっていう部分ですよね、うんうん、何だったら聞いてくれるのか、赤字の美容室来てくださいっていう切り口でセミナーやったんですよ。なるほどです。どうやって V 字回復させたのか語りますっつって、うんはいはい、2店舗のデータをもとにですよ、はいはい、この FC のお話が2017年の4月ぐらいの話ですね、うんうんうん、4月着工の7月8月に V 字回復してるわけですよ。で8月か9月に赤字回復の早速セミナーやってるんですよね。早っ。でそこで36社だか、何社か来てもらって1回のセミナーで26店舗加盟してるんです。26店舗はい。だから僕一発のセミナーでいきなり30店舗まで引き上げちゃってるんですよ。へえ。同じように最初は今の看板のままでいいので、僕の言う通りやってもらって、僕のビジネスモデルで成功したら看板後付けでいいので書いてってくださいねって言って、1回のセミナーで実店舗2店舗 FC 店舗2店舗のたったその4店舗しかない美容室を1回のセミナーで一気に30店舗までぶち上げてるんですよ。へえ。で今度ね30店舗っていう風になったら、はい、ここで初めてうちで FC やりませんかっていう言葉にやっと耳を傾けてもらえるんですよ、うん、そうですね、はい、FC 募集をしたんですよね、ちょっと漢字が書けないけど募集、はい、あとはこの FC 募集セミナーを全都道府県でやって2020年の12月、はい、全都道府県制覇したんですよ。全国展開、はい、で FC 募集のセミナーをやって47都道府県全都道府県でセミナーやったんですよ、うん、そしたらエリアごとの困った FC オーナーさんとか僕の元で出店したい起業したいっていう人たちが集まって美容室作って2020年の12月に全都道府県制覇をさせていただくことができました、うん、ありがとうございます。すごい。でね、これ前回の動画と言ってること同じこと言ってるっていうの分かります、うん、うまくいったモデルをマニュアル化してそのマニュアルをやりたいっていう人たちを集めて店舗展開してった、サイト展開してった、うん、これだけなんですよ、うん、そうですね。だから僕が何回も言ってるのは、美容室だろうが有形無形ビジネスだろうが、通販だろうがどんなものでもビジネスモデルは一緒だよっていう、うん、考え方は一緒だよっていう話なんですよ、うんうん、僕はここまで来て人生変わったと思ってます、うんうん、でアフィリエイトで人生が変わった話通販編とか、うんうん、アフィリエイトで人生が変わった話コミュニティ編っていくらでも同じことを語れます、うん、だって通販も年商で8億までいってるわけですよ。でコミュニティもね年商で今トータル4億いってますね、うん、全部共通してやっぱり来るもう全部一緒ものがあります、はい、うわなんか最初ちょっと語り出しはアフィリエイトからにはなってくると思うんですけど、はいはい、なんかそのやっぱりアフィリエイトで得たビジネスモデルの考え方であったりだとか、はいはい、経営の考え方というか、はいはい、なんかどこを修正していけばいいのがもうなんか全部に精通してやってるんだなっていうのもう全部一緒です。ビジネスは全部一緒、うん、だから僕は今13法人の代表もしくは取締役をやらさせていただいていて、その13法人全部の事業モデル事業設計をやらせてもらって、うん、僕が事業設計を作ってうちからお金を出資して、うん、その僕が再設計した事業の旗振りをやりたいっていう人たちを集めて旗振ってもらってるっていうような状態で展開していってますね。でこの13法人を今38歳なんで50歳になるまでつまりあと12年間で500法人立ち上げようと思ってやってます。お、はい、やり方は全部一緒、一緒、はい、アフィリエイトで人生が変わった男の話でした。おSNS で鬼稼ぐ方法、はい、イエーイ、アフィリですね、イエーイ、はい、これはね、僕も翔さんも話せるんじゃないですか。これですね、まあアフィリエイト、今までこう北原さんにも語ってもらいましたが、はい、今日は SNS で特化させていただいて鬼稼ぐ方法なんでもうそんじょそこらの金額ではない鬼稼ぐ。いやこれね、鬼アフィリって上言い出したら、うん、普通に月で2桁億とか出てきちゃうから、そうね、そうなってくるとちょっと僕らの出番はないですよみたいなもうお二人が今からもしアフィリエイトを全力注いでやるならもうこれかなみたいな、もうなんかもし出ればお伝えいただければ、こう話してるうちに儲け話ボロリが出てくるんじゃないかな。なるほど。いやコロさんね、これ YouTube のね、はい、ちょっと穴場ビジネスとか重ねて、はいもう僕が喋りすぎたかわからないんですけど、はい、なんかその北原さんってお金ばっかりで心がないんだよねみたいなことが結構心ファーストなんですけどね。そんな言われてんの？
いやいや、もうこの前、うん、わざわざ引用ツイートしていただいて、うん、ありがたいですよね、うん、しかも多分会ったことある人なんですよ、ね、でも認知してる人なんですけど、経営者でこれツイート上にしかも名指しで、うん、やべえやつだな裏で言っとけよと思って話せやな。今日はこれですね、はい、本人稼ぐ方法で、はい、チャリンジャリン動画です。チャリンジャリン動画、はい、ポルさん、これどうしたらいいですか？演じちゃってくださいお願いします。なんだろこのくだりではですね、こちら早速いきたいかなと思いますの、はい、でその前に概要欄の方にですね、北原貴彦公式 LINE をご案内させていただいております。公式 LINE の方ではですね、僕と友達になっていただけると有料無料問わずセミナーのご案内も届きますし、今ね一緒に出ていただいている翔さんとのコラボイベントなんかもね、やるときは必ずご案内させていただきますので、ぜひ、お友達になってやってください。あとこちらの翔さんですね、初めての方もいらっしゃると思いますので告知させていただきますけど、 YouTube やってます。で、実際に本当にもうね、僕日本一のセミナー講師やなと思ってます。本当にね、もうセミナーの数がね、もうどえらく回数されているのと、なんならいろんな大きい会場ももちろんのこと、小さい会場の特徴だったりだとか注意点だったりとか、うん、やり方進め方っていうの全部熟知されていて、でいろんなねセミナーの仕切りをされたりだとか集客もされているので、そのね色幅ですね、翔、うん、さんのチャンネルでは喋っていただいているということでですね、はい、うん、いいことも、悪いことも翔さんはね教えようとしてくるのでぜひ、情報の精査していただいて学んでって YouTube 上は大丈夫。 YouTube 上インスタライブとかも最悪。あー、いや YouTube 上はだってカットされる。そう、カットされる、カットされる。インスタライブとかもこの人もだからそのヤバさもヤバい。よかったらね、僕と翔さんの、SNS もねフォローしていただけると、今日はね今この動画では回してないんですけど、結構その動画撮影するときに、僕らお互いにこうインスタグラムでライブやってたり裏側見てもらったりとかしてるの で、うん、YouTube チームがこれはカットしないとダメだなっていう、うん、あのチャンネルの存続に、関わるぞっていうのは勝手にカットしていただいてるので、 そうね、そういうのがもうライブではね、どんどんあのコロさんのチンチンの話とかで、ね、チンチンだけはカットしてくれよかったらね SNS も一緒に見ていただければなと思いますので、うん、よろしくお願いします。いはい、じゃあコロさん行きますよ。はい、お願いします。はい、行きます。はい、 SNS で稼ぐっていう部分で、まあ Twitter とインスタ、あと、はい、番外編で YouTube でちょっとお話しようかなと思いますけど、はい、Twitter、インスタ、YouTube って正直どれでもいいんですよ、うん、一番大事なのが何でリストを取るのかっていうことですね、顧客リスト、これなんですよね。だからぶっちゃけその SNS だろうが営業だろうが DM だろうがテレアポだろうが、あなたの商品を買ってくださるかもしれない可能性がある見込み客のリストを何で取るのかっていう話ですよね、うんうん、例えばですよ、リストを取るっていうとなんか情報教材系のやつをイメージする方がすごく多いんですけど、うんうん、例えば酵素ドリンクを売るとか育毛剤を売るとかそういうのありますからね、うん、かの有名なライズアップさんだってあれ集客させてもらうとアフィリエイト報酬いただけるようなサービスっていうのが、僕が知ってる時っていうのがやってましたからね、うん、10万とか5万だったか分かんないですけど、それぐらいリターンをもらったりとかして、うん、確かやってたと思うんですけど、だって楽天とかアマゾンだってねアフィリエイト可能なわけじゃないですか。僕この前すごいなと思ったのが、楽天のアフィリエイトで月にいくらだったかな、500万近く、あの要はポイントだかなんかで入ってくるみたいな状態、うわすげえな、どうやってるんだろうって言ったら、もうインスタめっちゃ伸ばしまくって、うん、インスタの中にストーリーズでおすすめの一押しの楽天のトラベル旅行のやつとかをバンバンバンって載せまくって、そこから行きたい買いたい食べたい飲みたいを全部取りに行くみたいなやつを やられてる方とかもいらっしゃいましたし、でそれはリストっていう意味では、フォロワーさんを集めた結果、うん、その人の使ってるお得情報、うん、楽天を使ったお得情報を発信することによって、うん、そこがちゃんと効いてるっていう、フォロワーさんっていうリストを取ってってますね、うんうん、Twitter とか Instagram だとフォロワーっていう話になってきますけど、うん、まあ、もっと言うと LINE 登録、うん、LINE でお友達に追加していただくとか、メールアドレスを登録していただくっていうリストが取れてくるとより確実ですよねっていうご案内ができるので、うん、もう何でもいいからリストをまず取るっていう部分ですね、うん、この話をすると、北田さんブログってどうなんですかってなりますよね、はいはい、うん、別にブログもいいんですけど、うん、なかなか更新のたびに必ず見に行くブログってありますかね。ないですよね、ブログとかないっすよね。だから僕も SNS で
気になっているインフルエンサーさんとか発信者の方がブログやってるケースも多々あるので、その人が更新しましたって言ったら見に行くんですけど、やっぱ SNS で言ってもらってやっと見に行ってるってことですよね。だからもしブログで勝負するってなると、 SNS と掛け合わせるのか、検索エンジン上で表示を上位に持ってってこれるのかっていう部分がちゃんとできるのかできないのか、でブログでその検索エンジンを取りに行くっていうことができなかったら、まあ SNS で今は今の時代は考えてた方がやりやすいかなとは思いますね、いずれにせよ SNS は重要だなと。 SNS は遅かれ早かれやった方がいいかもしれないですね。はい、最近翔さん SNS 参入されて何ヶ月になりました？もう半年以上。いやでもツイッター爆伸びしてません？翔さんの伸びてんのよ、ね、あよかったらね、翔さんのツイッターもぜひ、何で検索すれば出てきますかね、これ。しゃべくりしゃべ。そうですね、翔さんもうじき54,487フォロワーいくじゃないですか。そうなの。だからこの半年間で3000ぐらい増やしてる。そう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 。いやすごっ。いやもう北原さんのおかげよね。いや僕何もやってないよ。僕も何やかんやかっちゃう。こいつも増えてんだよな。コロさん増え、だからコロさんのなんかチンチンをツイートしようね。ちゃうちゃう、変なフォロワー、それこそ何全然変なリスト変なリスト入ってくる。変なリストを取って変なリスト、はい、でも今ちょっとこの話から別にこうあの繋ぐわけじゃないですけど、このリストもどんな人たちが集まってるのかっていうのが結構重要ってことですね。まあ、そうね、大事だからね、いろいろ言わないように僕はしてる。僕一応仕事と両親がすごくお世話に、いやっていうか散々両親泣かせてきたんで、学校行かないとか学校に何回も謝らさせたりとかしたんで、両親はこういい思いを持った状態で余生を過ごしていただきたいなって思ってるので、でそうなると両親の思いとか書こうと思えばいくらでも書けるわけですよね。だけどそれ書いたところで親孝行なところを、その、まあ、自分で言うのもなんですけど、そこを大事にしているところを認知してもらったフォロワーさんが来ていただいても、そうね、そうなんです。だからビジネスなんですよね、うん、だからその自分が発信したものを見てくれるフォロワーさんの属性ってどんなんかなと、で自分の商品って何を持つのか、これから何をアフィリエイトしていくのかって考えた時に、逆算して何を投稿すればどういう人たちは集まるよねっていうことを考えた日々のツイート、プロフィール、写真作り、アイコン作り、ヘッダー作りっていうのをやっていただけるといいんじゃないかなと思いますね。そうね、はい、まあ、お二人はこうやっぱり SNS でこう、はい、お二人の全部の活動、今までの経営とかをこう発信されてるかなと思うんですけど、はいはい、今回はですね、ゼロから、はい、例えば初めてアフィリエイトで稼いでいこうと思ったら、はい、まあ今言っていただいたみたいに、例えば北原さん、翔さんだったら、はい、やっぱりビジネス、はい、経営とかにおいてのフォロワーさんを集めて、それを学びたいっていう人を、ご自身たちのこう商品につなげていくっていうのがすごくこう綺麗かなと思うんですけど、おっしゃる通り、北原さんと、翔さん、お二人が思うこのジャンルってめちゃくちゃ稼ぎやすいなっていう、なんかこうジャンル、恋愛だったりだとか、スピリチュアル、それこそ筋トレ、健康、美容みたいなのいっぱいあると思うんですけど、このジャンルめっちゃマネタイズしやすいとか、めっちゃ SNS と相性がいいみたいなジャンルってあったりしますか？スポーツ系じゃない？スポーツ、あ、そっちなんや、うん、スポーツはマーケがあんまかかってないイメージなんですよ。あー、なるほどね。結構垂れ流してるとこ多いかな、特に野球系とか。でも単価は、運営に関しては結構みんな赤でも全然流すんですよ。これ結構草野球とかでも、草野球の大会とかあるじゃないですか、はいはいはい、あんなも普通に赤なんですよ、余裕で。うーん、やけど全然みんなやっぱやるんですよね。これ趣味の中での一番金がこう赤でも出るのが僕野球やと思ってて、そこって出るって、僕らは、ああ、なるほど。それって獲得できるんですか？結構できるんですよ、ユーザーは。全然、だからうちのクライアントでもほんまに若い子だけど、はい、草野球の大会から始まって、そこからプロとかにこうどんどん繋がっていって、で最終的には元プロの YouTube チャンネルの運営とか。ああ、そっち行くんだ。そうで、今僕が言ってたのはそのドメインやっぱ強いから、プロ野球のその辺のドメイン借りてアフィリシャーやん言って。そう、ちょっと翔さんの方からものすごく、あ、スポーツ来るかって思ったんですけど、うん、まあ、僕だったら恋愛とか、うん、もうやっぱ単純に性の方ですよね、はいはい、顔出さなくて、ああやったらもうすぐもうセットもう野球の話してたからめっちゃストレート来たんだ。ストレートボール来たよ。めちゃくちゃ来ましたね。すごく、あ、素晴らしいなって思ったのが、ちょっと名前違うかもしれないですけど、クマッキングっていう方かな、ちょっと違うかもしれないですけど、
すごくこうグラマラスな方が T シャツ着てここに会社の名前を貼っつけてくるっていう感じで、見たことあります？これはね、うまいぞと、見ちゃうし、出したくなっちゃうし、かつそれでやっぱね、フォロワーさんがね、やっぱ増えるでしょうっていう、やり方がいいとか悪いとか、モラルとか道徳とかを置いといてね、単純にじゃあ自撮りで自分が前に出て顔は出さないけど首から下でおへそを出してるのと、おへそも出さないで普通で首から下は写すっていう写真をアップするんだったら、やっぱ単純におへそ出してる女性の方がね、リツイートされやすくフォローもされやすいわけですよね。だからそのなんだろうな、もし本当に稼ぎやすいってなったら、その出す露出の部分で顔を出す顔を出さないとか、じゃあ出すんだったらどこまで出すのかっていう部分を商品とどうつけていくのか、エロ系はやっぱ早いんですよね。だってあのもう39のいいおっさんがですよ、ここ引っかかっちゃうんですよね。そのもうちょっとなんかこうね、いや分かるよそれは分かる。ええって広げちゃう時あるんですよ。3面と変わんないですよね。いやほんまやね、ついつい広げちゃう。分かる。え、翔さんあります？いや俺も TikTok 見ててほんまに気づいたらマジずっと見てる時あるの。それこそあれよ、本田翼。はい、本田翼がね TikTok を始めたわけですよ。すごい。でたまたまそのタイミングを見たんですよ。はい。今度はもうなんかあのアーニャピーナッツが好きっていうやつの、はい、なんかやつがやってるね、動画やって、俺多分マジで20回ぐらいループしてた。マジで一生ループしてた。あの見つけた日やばかったっす。もう歓喜よ歓喜。クソかわいいっつって。だからね、こうなんですよ。おっさんというか男はね、男はね、こういうのがあるから、もし女性、でも男性でも女性の演者で写真使っていいよっていう、そこはね、そういうモラルはちゃんと取ってね、使っていいよっていうような人がいらっしゃったら、そういうアプローチも一つね、稼ぎやすいっていう部分ではそうですよ。ただ僕は本当に長期で考えていくんだったら、やっぱ本業でさ、一番知識をど深くまで掘ったジャンルは必ず手を出して見ていただきたいなっていうのはありますね。でその視点で Twitter なのかインスタなのか YouTube なのかっていうのはどれでもいいかなって僕は思っていて、これね、今エロの話でしたんで、インスタでもたまにあるんですよ。外人さんがすげえシースルーの、もうとりあえず3人フォローした英語でなんかこう一言入って更新されてるんですけど、あ、なんつってるんだろう、英語勉強してきゃよかったと思って。まあでもなんか語学を覚えるのも一番恋愛が早いって言ったりしますよね。だから嘘か本当か分かんないですけど、あの昔 VHS っていうビデオテープあったじゃないですか。あのビデオデッキが一気に広がったのもアダルトビデオを再生したいから広がったんだよね。はい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 、あるやろね。北原少年はですよ、小中高の時に初めてこう友達から回ってきたアダルトビデオ、海外のもの入れて、言葉が一切わかんないんですね。想像に想像を膨らませて、あのもうオーイエスしかわかんないんですよ。オーイエス、オーイエスって、イエスの3段階の変化があって語ってた。この時はこの角度の O イエスで、このイエスにはこういう感情が含まれてます、このイエスはこういう意味合いが、日本は英語難しいねとかって話してんの。もうそう思ったら性に関しては男性全員がリストですもん。いや、そうなんですよ、本当に。今ね、あのやっぱ恋愛とか性っていうね、すごい強い引きの部分もありますけど、まあ僕、翔さんのね、セミナーの講義とか受けさせていただくと、あと他にはやっぱ健康、命に関わる、まあね、命はね、あとビジュアル、お肌とかもそうですよね、整形とかもすごく強いと思いますし、あとまあ稼ぐ系コンテンツですよね、これも、まあ本当に生き死にかかってることなので強いと思いますし、っていう部分がね、ジャンルとしてはいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、はい、ありがとうございます。まあ家はちょっと疑心がかかったものであったりだとか、はい、お性に関するなんか人間の本能みたいなところにつけるものはちょっと大きく稼げるものかな。いやー、そうですね、はい、ありがとうございます。最後ジャンルでいろいろヒントをいただきながら、まあかつまあいろいろこうSNS は出させてもらったんですけども、まあ、後ろで言っていただいたリストを取るっていう考え方が一番重要だよ、それが一番大事ですね、はい、もし変な考え方してる人がいれば、変えて SNS も運用してもらうのがいいのかなと思いました。ですね、その上を知るっていう意味でこれ僕翔さんに初めて聞いた時ちょっとびっくりしたんですけど、翔さんの会社の総保有数、ああね、
はいはいはい、ぜひ。今何本やろ。全部でしょ。全部100万以上ある。え、マジで、うん、そんなに増えたんすか。うん、だビジネス系以外も全部走る。なんでそれでツイッター直したの。どれ出てないもん。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。アフィリエイト編いかがでしたでしょうか。いろいろ切り口ね、使えるものだったりだとか勉強になることって多かったかなと思います。どんどんね、僕の音声動画、聞いていただいて、作業でも何でもいいので、アクションに変えてってください。行動に変えてってください。よくね、 YouTube 一生懸命見てます、勉強してますっていうコメントもね、たった届くんです。嬉しいんです、嬉しいんですけど、人生変えようと思ったらいかに行動するかなんでね、勉強し続けても人生変わらないので、とりあえず手を動かそう、行動しようという部分で、僕の音声を作業音声とかにしてもらえると嬉しいかなと思います。あと、概要欄の方に北原孝彦公式 LINE をご案内させていただいております。友達になってやっていただくと、有料無料問わずに僕自身の、セミナーだったりだとか Zoom 交流会なんかも情報で届きますので、よかったら一回会いに来てみてください。一緒に勉強しましょう。はい、最後になりますが、よろしかったら高評価の方とチャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。今回もありがとうございました。またよろしく。